青春アドベンチャー。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞15回シリーズ第1回。奈良に平城京が築かれ2年が経とうとしている。俺、佐伯矢吹はとある事情で都を出てきた。今は幼馴染の朝香と一緒に播磨の国の明石の氷にいる。朝香、すごい量の薬草だな。いつの間にそんなに集めてたんだよ。道中少しずつね。さすがクスシの娘だな。矢吹、何のんきなこと言ってるのよ。私たちもう食べ物もお金もないのよ。すまない。私これから市に行ってこの薬草を売ってくるから。俺も行くよ。いいわよ、ここで待ってて。知らない人について行かないでよ。俺は17だぞ。子供扱いするな。同じようなものでしょ。名のある部族の家の若様が家出なんてして、行くあてもお金も持たずに家を飛び出すなんて子供よ。それは。そう、俺は家出をした。朝香の言う通り、俺は部族の家の息子。しかし、人と戦い、傷つけ合うような武官にはなりたくなかった。だけど、朝香には争いはいけないとか、武術より学問だと言いながら、父に逆らうこともできず、これまで武術の稽古の傍ら、隠れて書物を読む日々を続けてきた。先日、17歳になったのを機に、武官として仕えるよう、父から命じられてしまった。それで、俺はどうすればいいかわからず、家を飛び出してしまったのだ。心配して追ってきた朝香のおかげで、なんとかこの5日間、旅を続けている。そうやってすぐ黙っちゃうんだから。俺も自分で稼ぐよ。どうやって？それは。まったく。いいからここで待ってて。じゃあ行ってくる。このままじゃダメだ。情けなさすぎる。俺にできること、俺がやってきたことなんて書物を読んできただけじゃないか。書物か。そうだ、俺は昔から面白い物語を読むと朝香に聞かせてやっていたじゃないか。いつもは厳しい朝香もその時だけは喜んで聞いてくれたよな。よし、物語を語って聞かせてみよう。金になるかはわからないけど、見せ物くらいにはなるかもしれない。うまくいかなくても、ただ待っているよりはマシだ。俺は、朝香の向かった位置に歩き始めた。なんだここは。位置はあまりに閑散としていた。物売りですら黙り込んでいる。家はところどころ焼け崩れていて、なんとも不気味な気配だった。なんだ。長い土塀の先を見ると、立派な屋敷の門前で、12歳の少年2人と屋敷の使用人らしき男が言い合っていた。どうしても、ここの佐藤さんに確認したいことがあるんだ。佐藤佐殿は、お前たちのような子供には用はないそうだ。さあ、帰れ。会うまで帰らない。わしらはあの方の命に背くわけにはいかんのだ。あの方の力を知らぬのか。イカズチを自由に操るお方じゃぞ。イカズチを操る、やっぱりそうか。早く会わせてくれ。こうなったら力ずくで帰ってもらうしかないな。皆の者ども、ダメだ。アキよ、一旦帰ろう。けどアキ、また来る。おっと、ごめん。少年たちが俺の前を通り過ぎていった。一人の少年は腰に剣を、もう一人は満月のような鈴をつけていた。身なりはひどく汚いが、凛々しい顔つきに大人びた表情をしていた。
なんだ今の。変わった奴らだな。俺は二人のことが少し気になりながらも、語りを披露するのに良さそうな通りを見つけた。よし、うん、今は昔、今からずっと昔、地上の人々と天の神々が近しい場所にいた頃の話。ある時、月の神である月読みの娘が地上の若者に恋をした。娘の名はかぐや姫。姫は大層、語り始めると俺は緊張するどころか気持ちよく朗々と語ることができた。闇夜を照らす月の光のように、美しき月の姫の物語、東の国に遠征した巫女の冒険、竜宮の城へ赴き乙姫に恋した男の話。俺の語りに笑顔が湧いた。語りを売るとは珍しいやつだな。この魚持っていけよ。こんなに心から感動したのはいつぶりだろうね。お前さんのおかげでこの里にも久々に活気が戻ったよ。ありがとう。あの、久々というのは一体どういうことですか？え、それは何かあったんですか？お前、ここの佐藤さんのことを知らないのか？雷様を操るというとんでもない力を持っているんだ。雷様？まあ、先ほど少し耳にしました。けど、イカズチを操るだなんて、まるで物語のような話じゃないですか。物語じゃない。本当だから恐ろしいんじゃ。この里には言い伝えがあってな。その昔、ここを狙う輩たちが大勢流れ込んできた。その時、帝の命を受けた武将が、五色に光る宝玉を使って稲妻を起こし、争いを収めたそうじゃ。その宝玉は、ずっと東のお社に祀られておった。奴は今の言い伝えを知って、夜中にお社を開けて、宝玉を盗み出しやがった。え？じゃあ本当にその宝玉が、イカズチを操る力を持っていたんですか？昔話なんて誰も本気にしちゃいなかった。だが宝玉の力は本物だったんだ。見てごらんよこの里を。若い者が一人もいないだろう。年頃の娘はみんな佐藤さんに召し上げられた。その宝玉を佐藤さんから取り上げられないんですか？まさか誰がそんなことできるかね。相手は雷様を操るんだぞ。そんなお人に逆らえば自分も屋敷にいる家族もどうなるか知れない。でもこのままにしておくわけには。もしそこの若いの、さっきの屋敷の。俺は帰るぜ。お前さんもあやつに関わらない方がいい。え、ちょっと。語りを売っているというのはお主のことだな。はあ、そうですが。佐藤社殿がお主の語りのことを耳にしてな、ぜひとも聞いてみたいとおっしゃっている。佐藤佐殿が。これから早速屋敷に来てもらいたい。これからですか？もちろん礼はする。いや、ですが。佐藤佐殿のこと今の者たちから聞いただろう。聞こえていたのですか？聞こえずとも大体想像はできる。里の者たちが佐藤佐殿を、あの方に仕えるわしらをどう言っているのかくらい。だがわしらとて生き残るには従うしかないのだ。わかるな？それはわかります。都で嫌というほど見てきましたから。ならば話は早い。一緒に来てくれ。わかりました。ただ連れがいるんです。そいつに話をしてからでないと。うん、承知した。では日暮れまでに屋敷に来てくれ。必ず。はい。力のある者が支配する。そんな世が嫌で都を飛び出してきたというのに、こんな里の外れでも何も変わらない。まずはこの食べ物を何とか持って帰るか。矢吹！朝か！探したじゃない！海辺で待っててって言ったのに。その魚、野菜も一体どうしたの？実はな、俺は、語りを売り物にできたことから、佐藤さんの屋敷に招かれた一連のことを話した。語りを売るだなんて、
よく思いついたわね。だけど不思議な話、イカズチを操る宝玉だなんて。ああ、まあそういうわけで言ってくる。けどよかった。朝香が反対しないか、実はヒヤヒヤしてたんだ。仕方ないじゃない。ありがとう。夜までには帰るから、先に休んでてよ。バカ言わないで。私も一緒に行くわ。は？バカなこと言ってるのはそっちだろ。この里の若い娘をみんな連れて行ったような奴のところだぞ。連れて行けるか。だから矢吹一人じゃ行かせられないんじゃない。ひどいな。どこまで人のことバカにしてるんだよ。おい、語り売りってのおめのことかい。ん？振り返ると、七八人の男たちがぐるりと俺たちの周りを取り囲んでいた。盗賊か？ほら、自分の危険にも気がつかないじゃない。あはは。盗賊。随分位置で稼いだそうじゃないか。あ？やっぱ俺たちの縄張りだぜ。稼いだしな、俺たちによこしな。ほう、いい魚をもらってやがるぜ。人前で話すだけでこんなに稼ぎやがって。俺たちも語ってやるか。盗みに脅迫、人さらい。俺たちの日頃の行いの方が、この小僧の作り話よりよっぽど面白いじゃねえか。違えねえ。見当外れなこと言わないで。朝か。矢吹の物語は苦労して学んできたものなの。あなたたちのひどい行いと一緒にしないでよ。ほう、これはなかなかの美人じゃないか。触らないで。朝香から離れろ。食い物ならくれてやるから。矢吹、何言ってるのよ。朝香、いいから。こりゃ物分かりのいい小僧だ。ついでにこのお嬢ちゃんもよこしない。それは断る。かっこつけやがって。おしんのんなよ。俺たちは、おめに頼んでるわけじゃねえんだぞ。朝香は渡さない。この食い物をやるから、これ持って帰ってくれ。なんだと？あまり生意気なこと抜かしてった。まずい。言葉で分かってもらえるような相手じゃない。その時だった。やあ！土塀から突然二人の少年が降ってきて、刀を持った盗賊に体当たりした。一人は剣を持ち、もう一人は腰に大きな鈴をつけていた。お前ら、さっき屋敷の前にいた。ここは俺たちに任せてくれ。おいおっさんたち、痛い目見たくなかったら今のうちに逃げるんだな。なんだこのガキども。縄張りを張るなら山にしな。そっちの方がその面にお似合いだ。キキよ、言い過ぎだ。この野郎、やっちまえ。うわー。剣の少年は鞘をつけたままの剣を鮮やかに振って盗賊たちをなぎ倒した。鈴の少年は俺たちの足元にあった大根やウリを相手の頭にぶつけていく。二人は身軽な動きで余裕すら見せていた。覚えてる？君たち、さっき屋敷の前で会った。俺は秋。俺は清。あんたは？矢吹。こっちは幼馴染の朝香だ。助けてくれてありがとう。礼なんていいよ。あれは貸しだ。貸し？ああ、実はあんたに頼みたいことがある。なんだよ。あんた、佐藤さんの屋敷に招待されているんだろう。ああ、これから向かうところだが。二人の少年たちがまっすぐな目で俺を見つめた。俺たちを一緒に連れて行ってくれ。え？ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美、他に柳沢英二、堀田勝、渋谷茂、瀬尾智美、村沢俊彦、白倉雄二、加藤豊、以上の皆さんでした。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。家出をして都から出てきた俺は、
幼馴染の朝香と共に旅を続けていた。ある里で語りを披露した俺は、佐藤佐の屋敷に招かれることになった。何でもその佐藤佐は、イカズチを操る力を持っているという。俺と朝香は、盗賊に襲われそうになるが、不思議な少年たち、清と秋に助けられた。あんた、佐藤佐の屋敷に招待されてるんだろ？ああ、これから向かうところだが。俺たちを、一緒に連れて行ってくれ。え？安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ、第2回。おお、よく来てくれた。あ、その後ろの者たちは？先ほど言っていた連れの朝香です。それから、こいつらは。さっきの坊主たちか、コリンナ。実は俺たち、この語り売りの弟子なんだ。あ、あ、あ、あの、先ほどは、弟子たちがぶしつけな振る舞いをして、申し訳ありませんでした。お詫びに今夜は、佐藤佐殿に喜んでいただけるよう、精一杯尽くします。まあいい。ついてこい。矢吹、ありがとう。佐藤佐の屋敷は、板吹板張りの壮麗な邸宅だった。俺たち四人は、母屋の奥の間に通された。ここで待っておれ。言われた通り連れてきてやったぞ。ああ、助かったよ。なあ、佐藤さんに会って確かめたいことってなんだ？探しているものがあるんだ。それを、ここの佐藤さんが持っているという噂を聞いてね。探しているもの？ああ、俺たちは、それを探してずっと旅をしてきた。旅って、二人っきりで？そうだけど、あなたたちいくつよ？13。え？信じられない。来た。お辞儀しろ。鮮やかな衣を羽織った小太りの男が、使用人頭の老人と美しい娘たちを伴って部屋の中に入ってきた。語り売りとやらはどの者のことだ？俺です。今宵はお招きいただき、ありがとうございました。お主か。ずいぶんと来るのが遅かったな。わしを待たせるとは恐れ知らずな。いえ、未熟なものを佐藤佐殿に披露してよいのかためらっていました。お待たせしてしまった分は、語りで返させていただきます。ほう。ならば、早速始めよう。それではまず、東の国に遠征した巫女の物語からお聞かせいたします。いや、待て！わしが聞きたいのは、竹取の一族、かぐや姫の話だ。なるほど。男に巨万の富をもたらす、月の姫の物語。いかにもこの欲深そうな男が好きな話だ。わかりました。お聞かせいたします。今は昔、地上の人々と天の神々が近しい場所にいた頃の話。ある時、月の神である月読みの娘が地上の若者に恋をした。娘の名は、かぐや姫。俺は、かぐや姫の物語を語り始めた。闇夜を照らす月の光のような美しいかぐや姫は多くの神々を虜にした。しかし、かぐや姫は地上の若者への愛を貫き、地上へと嫁いでいったという話である。お父様、私が一緒にいたいと願う方は、地上に住まうあの方だけです。しかし、あの若者は人間だぞ。何の力も持たぬ。それでも、私はあの方がいいのです。あの方でなければ、結婚などしません。月読みの神は、とうとう折れて、かぐや姫が地上の若者のもとへ嫁ぐことを許した。そして、愛する娘の幸せを願い、彼女に5つの宝を与えて、地上に送り出した。真実を映す仏の御石の鉢、知恵を与える実をなす蓬莱の玉の枝、イカズチを操る力を秘める、
竜の首の種。風を自在に吹かせるツバメの小屋貝。どんな炎にも燃えないヒネズミの皮衣。そして、最後につくよみは、かぐや姫をめとった若者に、底知れない富を与えた。語り売りを見事であった。褒美にいいものを見せてやろう。これが、伝説の宝だ。何？佐藤佐が懐から取り出して見せたのは、七色の色が溶け合う不思議な輝きを宿した水晶玉だった。庭の大きな松の木が真っ二つに裂け、燃え始めた。嘘だろ。どうなってるんだ。素晴らしかろう。これがお主が語った竜の首の種の威力だ。竜の首の種が実在するなんて。語り売りよ。この竜の首の種が実在するのならば、かぐや姫も誠に存在する娘なのであろうな。それは。そうだ、かぐや姫は実在する。誠か。矢吹、知ってるか。物語には必ず続きがある。語られない真実や受け継がれる思いがある。かぐや姫の物語にもな。かぐや姫に続きがある。月の神はかぐやの一族が永遠に繁栄することを願った。だからかぐやは必ず娘を授かり、その子が次のかぐやとなって夫の一族に代々富をもたらしてきたんだ。かぐや姫は今どこにいる。教えるものか。月の力はやがて人々に争いをもたらした。五つの宝は奪われ、かぐや姫は略奪の対象になってしまった。竹取の一族は2年前に豪族に襲撃され、ついに滅んだ。かぐやはその身を汚されることを拒み、自ら命を絶った。何？それではかぐやの血筋は失われてしまったのか。失われてなどいない。先代のかぐやにはその時すでに娘がいたんだ。俺たちとかぐやの娘、つまり次のかぐやだけが生き延びた。お前たち一体何者だ。俺たちは代々かぐや姫に仕えてきた月森の一族の末裔だ。かぐや姫の月森？嘘だろ。かぐや姫の命により五つの宝を探し求めてここまで来た。どういうことだ。かぐやは滅びゆく一族の里を見て悟ったんだ。人を超える力は人に争いしかもたらさないと。だから俺たちは月の神から賜った宝をすべて天に返す。天に返すだと？ああ、バラバラに散った五つの宝を集め月の神に返上するんだ。ようやく見つけた竜の首の種、そいつを俺たちに渡してくれ。一度得た力をわざわざ返す者がいると思うか。その力のために起きる争いがどれほど人を苦しめるか考えたことはないのか。知った口を聞くな。どうしてもこの竜の首の種が欲しければ、かぐや姫と交換だ。ふざけるな。誰がお前なんかに渡すか。ガキどもめ、皆の者、こやつらを捕らえよう。かぐや姫の居所を吐かせてやる。一瞬にして数十人の兵士が集まり、俺たちを取り囲んだ。アキ、準備はいいか。ああ、いつでも。まさかお前たちこの人数相手に。かかれ。兵士たちが一斉に襲いかかってきた。アキは兵士と剣を打ち付け合い、相手の剣を弾き上げる。丸腰になったその懐にキヨが飛び込む。二人は互いに動きを連動させて次々と兵士を倒していった。少年たちが優勢に見えてきたその時だ。ひどい、自分の味方まで見境なく。くそ、
おとなしく捕まらぬお前たちのせいだ。あんた、自分の兵士たちを痛めつけて何も感じないのか。この世は力ある者が支配する。弱い者は虫けらのように扱われていく。そうやってわしも虐げられ、都を追われてきた。だったら、なぜ同じようなことをする？なぜだと？わしは都に攻め上がる。わしを嘲笑った者、虐げた者ども全てをひざまずかせてやるのだ。宝の力を使って、また争いを起こすのか。やめろ、そんなの間違ってる。わしは都に舞い戻るのだ。さあ、かぐや姫の居所を教えろ。佐藤沢は再び竜の首の死を掲げた。矢吹、朝か。危険の目に合わせてすまない。裏の馬屋に隠れていてくれ。あなたは？月の宝を取り上げなきゃ。そんなの危なすぎるわ。逃げたら何も変えられない。本気なのか？心配してくれるなら馬で飛び出す準備をしておいてよ。宝を奪ったら俺たちもすぐ逃げる。わかった。アサカ、行こう。俺とアサカは馬屋に走った。振り返るとキヨは庭の池に向かって逃げていく。その後竜の首の死を掲げる佐藤沙がおった。バカめ、その池の先は行き止まりだぞ。自ら池に入り込むとは愚か者よ。愚か者はどっちかな。池の縁で木を見下ろす佐藤さんに秋が後ろから飛びかかった。やあ！おのれ！知ってるかい？イカズチはとてもよく水を使うんだ。今同じ水の中にいる俺たちにイカズチを落とせば、あんたもその餌食になる。くそ！今だ、キヨ！その瞬間、秋が佐藤さんを捕らえ、キヨが佐藤さんの手から宝を奪い取って池から飛び出た。キヨ、アキ、乗れ！矢吹！矢吹、お前やるな！これ、わしの宝を渡すものか！だ、キヨ！大丈夫だ。この先の森へ逃げ込もう。みんな、大丈夫か？キヨは？キヨ！アキ。矢に眠り薬が塗ってあったみたい。傷の手当てをしておくわね。やめろ！それなら、俺がやる。心配するな。アサカはクスシの娘だ。いや、待て！キヨに触るな！え？ちょっと、どういうこと？この子、男の子じゃなかったの？は？アキ、どういうことだ？そうだよ。女だ。なんだって？キヨという字は、輝く夜と書く。輝く夜？かぐや？そうだ。かぐや。ここにいるキヨこそ、月の姫、かぐや本人なんだ。キヨが、かぐや姫だって？ただいまの出演。矢吹、細見大輔。朝香、前田のぞみ。清、野戸まみこ。秋、富樫和美。佐藤沙、祖父江進。使用人頭、柳沢英二。以上の皆さんでした。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。やめろ！キヨに触るな！え？ちょっと、どういうこと？
と？この子、男の子じゃなかったの？は？アキ、どういうことだ？そうだよ、女だ。なんだって？清という字は、輝く夜と書く。輝く夜？かぐや。そうだ、かぐや。ここにいる清こそ、月の姫、かぐや本人なんだ。清が、かぐや姫だって？安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ第3回。眠ってる清の傍らで、俺と朝香は秋から話を聞いた。どうして男の子のふりなんて？見ただろ、さっきの佐藤さんを。かぐやの名を出しただけで目の色が変わった。富をもたらすかぐや姫は略奪の対象なんだ。身を守るにはこうするのが一番だった。なるほど、かぐや姫があれほど喧嘩に強いとは誰も思わないしな。俺たちは小さな頃から何をするのも一緒だったんだ。清は姫のくせに俺だけが戦い方を学んでいるのが許せなくて、ずっと一緒に稽古をつけてきた。俺も清の舞や裁縫の稽古に付き合わされたけどな。清、うなされてるわ。汗もかいて。大丈夫だよ、まさか。寝かせたままで。清は、毎晩そうなんだ。毎晩？辛い思いを抱えているのね、きっと。なあ、アキ。さっき佐藤さんに言った話、竹取の一族が滅びたって、本当なのか？あ、本当だよ。2年前、竹取の里は豪族たちに襲撃された。里の大人たちは皆、俺たちを逃がして死んだ。清の母、先代のかぐやも、自分の身が豪族に奪われることを拒むため、自ら命を絶ったんだ。そうか。じゃあ、お前たちが5つの月の宝を探してるっていうのも、本当なんだな。ああ。一族が滅びて、清は思ったんだ。月の宝をすべて月に返そうと。そして、目取った男に巨万の富を与えるという、かぐやの定めもなくそうと。それで、俺たちは月の宝を求めて、あてもなく旅を始めた。ある里で、真実を移すという仏の御石の鉢の噂話を聞き、どうにかそれを見つけ出した。宝に宿っていた神は、清に教えてくれた。清をかぐやの定めから解放するためには、五つの宝を集め、それらに宿るすべての神に、天へ帰ることを承諾してもらわなくてはいけないと。アキ。清、起きたか？ああ。矢吹、朝か。俺、眠っちゃったみたいだな。大丈夫？どこも痛くない？ああ。朝かが手当てしてくれたのか？そうだよ。じゃあ俺の本当の姿を。聞いたよ。それから、五つの月の宝を集めて、天に返そうとしていることも。天に返すのは、六つの宝なんだ。六つ？宝は五つじゃないのか？違うよ。六つだ。清、言うのか？それは、竹取の一族の間でさえ秘密にしていたことだろう。大丈夫だ。矢吹たちは今までの連中とは違うよ。わかったよ。矢吹、言っただろ？物語には語られない真実があるって。六つ目の宝は、かぐや自身だ。え？かぐや自身も宝の一つなのか？かぐやの身には、不死の力が宿っている。かぐやが自らの命を人間に差し出したとき、代わりに
その者には不死の命が与えられるんだ。自ら命を捧げるなんて、まるで生贄じゃないか。どうしてそんな力まで月の神やかぐやに与えたんだろう。それは、きっと、かぐやが心から地上の若者のことを好きだったからだと言われている。その身を賭しても、愛する人を守れるように、かぐや自身がその力を欲したんだと。けれど、そんな力を身に宿したら、ますますその身をめぐって争いが起きるでしょうに。天にいたかぐや姫は、きっと人間の欲深さを知らなかったのね。やっぱり矢吹も朝香も、今までの連中とは違うな。竹取の里以外にもそんな風に言ってくれる人間がいたなんて、安心したよ。よし、秋、そろそろ行こう。そうだな。矢吹、朝香、俺たちのせいで危険な目に遭わせて悪かったな。でも、矢吹や朝香のような人間に会えてよかった。待てよ。何？俺、もしかしたら、お前たちの役に立てるかもしれない。お前たちの言う月の宝の一つを、知ってるかもしれない。なんだって？俺と朝香は、都の出なんだ。おととし、藤原京から遷都したばかりの新しい都だ。平城京と呼ばれている。平城京？ああ。そこで今、最も強力な権力を誇っているのが、藤原の不人だ。俺はその人物について、噂を聞いたことがある。噂？ああ。不人は、邸宅を平城京に移すとき、庭にある一本の木を、大層丁重に扱うよう命じたそうだ。何でもその木は、満月の夜に月のように白く輝く実をつけ、その実を食べた者は、この世の知恵を望むだけ我が物にできるという話だ。それってまさか。蓬莱の玉の枝。都では密かに言われていた。不人があれほどの権力を得られたのは、その身のためじゃないかと。あくまでも噂だけど。いや、十分だ。キヨ、やったな。二つ目を手に入れてすぐ次の宝の手がかりが見つかるなんて。ああ、すごいよ。都へ行くのか。当たり前だよ。とどまる理由なんてどこにもない。俺も、一緒に行かせてくれないか。ちょっと矢吹。俺は都の人間だ。お前たちが都に行くのなら、何か助けてやれることもあるかもしれない。それは構わないけど、俺たちに関わっても厄介なことになるだけだと思う。構わないさ。厄介事を望むところだ。やっぱり今までのやつとは違うな。矢吹、ありがとう。矢吹、いいの？せっかく家を出てここまで来たのに都に戻って、そうなんだけど、でも俺は二人のこの先を見てみたいんだ。あいつらと一緒にいれば何かが見つけられそうな気がする。元は父上から、いや自分の向き合うべきことから逃げ出して始まった旅だ。自分が父上の命を拒んでまで都を出てきた、その意味を探したい。わかった。朝か、俺の勝手に付き合わせて。矢吹が始めた旅よ。矢吹の思うようにすればいい。ありがとう、朝か。二人の少年たちの何が俺を引きつけるのかは、まだわからなかった。けれど、少なくとも今、この瞬間、俺は自分の進むべき道が見つけられた気がした。俺と朝香は、清と秋と共に、都に向かう旅を始めた。けれど、播磨の国明石の氷を立って3日。道のりはだいぶ遠かった。清と秋が、なぜか街道を通ることを嫌がり、人気のない山道を歩くことになったからだ。清、清。朝香、また清に逃げられたのか？矢吹、笑ってないで清を探してきてよ。今日こそあの汚れた着物を洗おうと思ったのに。勘弁してやったらどうだ。毎回逃げるなんて相当嫌なんだろう。汚い身なりで気持ちいいわけないでしょ。第一病気にでもなったら大変よ。ましてあの子は女の子なのに。次こそ絶対捕まえて綺麗にしてやる。怖いな。清はあの格好の方が落ち着くんだよ。あれくらい汚れてないと人目を引くんだ。やっぱり、かぐやだからな。へえ。
それじゃあ、お前まで汚れたままでいるのはどうしてだ？俺は、付き合い。なるほど。なるほど。じゃないでしょ。うん、なあ、見ろよ。あれが、生駒山だ。あの山を越えれば、じき都だよ。都か。どうかしたか？いや、ただ、帝が住むところだなと思ってさ。なあ、矢吹、夜昼の断りというのを知ってる？夜昼の断り？聞いたことないな。帝はね、この世でただ一人、かぐやを手にすることができない男なんだ。どういう意味だ？地上で最も権力を得た火の巫女は、代わりに月の姫を得ることができなくなる。それは、この世のすべてを手にした人間に、それ以上の富を与えてはいけないからだと言われている。これを、竹取の一族は、夜昼の断りと呼んでいた。それは、初めて聞いたな。そっか。矢吹でも知らないのか。もともと、かぐや姫の物語は、人々が口伝いに語り継いできたものなんだ。平城京にも詳しく記された書物は少なかったな。そうか。それにしても、かぐや姫っていうのは本当に大変だな。いろいろな断りに縛られて、俺だったら嫌になってるよ。どうしたんだよ、秋。矢吹が、かぐや姫か！矢吹がかぐや姫の格好をしたら、見れたもんじゃないわね。そういう意味で言ったんじゃないぞ。けど、自分がかぐやだったらなんて、考えた人は初めてだ。清の言った通り、矢吹たちは今まで会った奴らとは違うな。変わってるって言いたいのか？そうね。さ、もうすぐ夕げだろ。キヨを呼んでくるよ。うまい。本当に朝香が作るものは何でもうまいな。よかった。芋がゆに山菜とキノコを煮込んだの。あなたたち2年間一体何を食べていたの？木の実とかをそのまま食ってた。そのまま？だけど、これだけ旅慣れするには相当苦労しただろう。そんなことないよ。俺たち初めからある程度の知識はあったから。父にいつも山に連れて行ってもらったんだ。武術や山で生き延びる術や旅の知識は里を出る頃には十分備わってた。俺たちがいつか二人きりになるかもしれないことを大人たちは見越していたんだと思う。生きるのに困らないだけの知恵を一生懸命与えてくれてたんだ。里の外に頼れる身寄りはなかったの？ああ、そういえば、母方の祖父がまだ生きているって話を聞いたことがあるけど、どこにいるかまでは知らないな。そう。ごちそうさま！アキ、組手をやろう！試してみたい技がある。いいよ。手加減なしだぞ。わかってるよ。二人とも、待って。朝か、もう暗くなったんだから、水浴びなんて無理だよ。違うわよ。なんだ、じゃあ何？もう身なりについては言わないわ。その代わり、せめて自分の食べたお椀は自分で洗って、組手はその後。はい。佐藤さんに立ち向かえても、朝香には逆らえないか。矢吹。いや、あ、矢吹怒られてやんの。なんだよ、お前ら。いつの間にか、俺たち4人は、家族のようになっていた。ただいまの出演。矢吹、細見大輔、朝香、前田のぞみ、清、野戸まみこ、秋、富樫和美。以上の皆さんでした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。俺と幼馴染の朝香は、秋と清が滅ぼされた竹取の一族の生き残りであること、そして清こそがかぐや本人であることを知った。二人は
月の宝を探し求め、都に行くという。俺たちは、共に旅をする決意をし、都へ通じる山道を歩き始めていた。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ第4回。4人で旅を始めて数日、俺たちは里に立ち寄り食料を調達することにした。薬草を売る朝霞、月の宝のことを聞いて回るという清と秋と別れ、俺はまた自分の語りを試そうと市の中を歩いた。みんな威勢がいいな。力試しには十分だ。ん？あれ？道の片隅で少年がうずくまって泣いていた。着物は土にまみれて汚れ、体にはたくさんの傷がある。おい、君、その傷はどうした？いじめられた。みんなに。そうか。なあ、俺も小さい頃は傷だらけにされたぞ。本当に？ああ、武術の稽古だと言って傷だらけにされたよ。じゃあ、兄ちゃんもいっぱい泣いたの？いや、泣かなかった。その代わり、書物という書物を夢中になって読んだよ。きっと、物語の中に自分を勇気づける何かを探していたんだろうな。物語って？君、スサノオノミコトの話を知ってる？スサノオ？誰？じゃあ聞いてごらん。きっと勇気が湧いてくる。うん。今は昔、スサノオノミコトという神がいた。ところが、このスサノオノミコトは気が荒く、自らに委ねられた海原も治めず、子供のように泣き暴れていた。俺は、出雲の国で恐れられていた。八つの頭を持つ蛇、ヤマタノオロチを退治した英雄スサノオノミコトの物語を語り始めた。さあ来い、ヤマタノオロチ。スサノオは身構えた。幼い少年は驚いて目を丸くしたが、すぐに夢中になって耳を傾けた。八つの首をくねらせたオロチが近づいてきた。通りに大きな人だかりができていた。今だ。スサノオは剣を抜くとオロチに飛びかかった。俺が語りを終えると、さっきまで泣いていた少年は、手を叩き、顔をくしゃくしゃにして笑っていた。すごいね、兄ちゃん。俺も、佐野みたいに強くなりたい。なれるさ、きっと。ありがとう。じゃあね。きっとなれるさ。力ではなく、もっと別の形で、別の方法でな。これ持ってけ。この山菜も持っていきな。ありがとうございます。俺の語りを聞いていた人たちが持っていた食べ物や翡翠のかけらなどいろんなものを置いていった。人だかりがやっと消えかけたその時だった。語り売りとは珍しいやつだな。え？俺よりも少しばかり年上に見える若い男がふらりと近づいてきた。珍しいのは、その男の姿の方だった。片方の耳には、青い石の耳飾り。首には、動物の骨に、文字のようなものが書かれた首飾り。腰には、文様のある帯に、大きな鳥の羽を下げている。あんたの方が珍しいと思うけど。都に行けば、お前みたいな奴はたくさんいるのか。いや、俺が勝手に考えてやってるだけだ。そうか。お前、都に行ったことがあるか？俺は都の出だよ。都の人間か。もう少し話を聞かせてくれないか？他の国のいろんな話を知りたいんだ。いいよ、もちろんだ。俺は自分の知っているいろんな話をした。都の書物で読んだ神話から各地に伝わる古い伝承まで。
男は聞き上手で、良い間合いで相槌を打ったり、おどけてみせたりするものだから、俺もつい気持ちよく語り続けてしまった。いやー、お前の話、面白かった。こちらこそ楽しかったよ。ありがとう。あ、しまった。どうした？今日は、身一つで里に降りてきてしまった。お前にやれるものがないな。すまん。別にいいさ。本当、すまんな。あ、それじゃあ、代わりと言ってはなんだけど、一つ尋ねたいことがあるんだ。なんだ？俺は、かぐや姫の物語を聞かせた。この中に出てくる五つの宝のことを、どこかで耳にしたことはないかな。五つの宝か。まあ、そう簡単に手がかりなんてないか。ここから南。え？生駒山に連なる山々の奥の奥に、都に祀ろわぬ民がいるという。見えるか？ああ、ずいぶん奥地の方だな。あそこの祀ろわぬ民は、風を使う土蜘蛛で、今も自分たちの村を保っているらしい。風を使う土蜘蛛？あれ？山から男の方に視線を戻すと、もう男の姿はなかった。その晩、里の外れで合流した俺たち4人は、焚き火を囲み、朝香が用意した雑炊を食べた。その土蜘蛛って何のこと？都。つまり、帝に服従しようとしない民を示す別称だよ。秋、よく知ってるな。どこで聞いた？昔、里にいた頃読んだ月森の書物にそういう記述があったんだ。風を使う土蜘蛛っていうのは、風を操って戦う連中のことだろう。今も都の支配から免れている民たちを意味しているんじゃないかな。風を操る？それって、風を自在に吹かせるツバメの小屋住まいが絡んでるんじゃないか？あ、そうだと思う。これで四つ目の手がかりだ。ここに来てすごい進歩だな。でも、風を使う土蜘蛛ってだけじゃ、まだわからないな。その若い男は、一体何者なんだろう？それが、気づいた時にはもういなくなっていたんだ。まるで風みたいなやつだった。ひょうひょうとしていて、自由気ままな感じで。いいさ。手がかりを得られただけでも大収穫だよ。矢吹、ありがとう。そういえばさ、お前たちはすでに、真実を映すという仏の御石の鉢を手に入れたんだよな。ああ、そうだよ。それを使えば、ツバメの小屋街のことも、他の宝のある場所も、簡単にわかるんじゃないのか？それはできない。どうして？宝を手に入れたら、すぐに封印するからな。ほら。アキが手に乗せてみせたのは、丸い小石のようなものだった。一つは、星空のような美しい瑠璃色で、もう一つは、空のような淡い水色をしていた。これは何なの？これが、今言った仏の御石の鉢。それから、この前手に入れた竜の首の種。これがあの竜の首の種？佐藤さんが持っていたのはもっと大きな水晶のようなものだったはずだぞ。これは宝に宿る神を封じてしまったからこういう形をしているんだ。神を封じると月の力はもう使えなくなる。もし俺たちに何かあって悪い奴にまた宝を奪われたら大変だろ？だからこうするのが一番なんだ。なるほどな。俺たちは風を使う民の里を目指し歩き始めた。生駒山を南に歩き続けて2日が経った。昼間なのに随分暗いわね。ああ、こんなところに住んでる人たちがいるのかな。もしかしたらあの男にからかわれただけなのかな。土蜘蛛というのが都の支配から免れている民だというなら、そうそう見つかるところにいないだろ。そうなんだけど、さすがに疲れてくるな。二人は全く疲れてないのね。全然。アキ、あの大木までどっちが早いか勝負だ。あ、キヨ、待てよ。あいつら。だけど山奥とはいえ、都の目と鼻の先にそんな部族がいるとしたらすごいことだな。東の果てや西の果てならともかく、都に服従しないためには帝直命の将軍が率いる兵が送られるんだから。
俺は父上の姿を思い浮かべていた。都に服従しない民の制圧、それを率先して行う将軍こそが俺の父だ。父が聖越後蝦夷将軍に抜擢されたのは3年前だ。服従させた蝦夷や隼人たちの先頭に立ち、朱雀王子を行進していた。あの時、通りに集まる人々から称賛を受ける父上は、なんとも誇らしい笑顔を見せていた。俺は、父上のようにはなりたくない。矢吹。俺は、民を制圧して誇り高く歩く父の姿には共感できなかった。虐げられて、唇を噛みしめる蝦夷や隼人の人たちの痛みに、寄り添いたいと思ったんだ。父の後を継いで部下になることなんて、俺にはできない。だから、家を飛び出したのね。ああ。だけど、父に立ち向かいもせずに、逃げ出してしまったんだな。危ない！矢吹！朝香！伏せろ！ああ！って！ああ！なんだこいつら！体を起こして見上げると、俺たちは、ぐるりと二三十人に囲まれていた。白く塗った木彫りの仮面をつけ、石の槍を手にした男たちだった。一様に文様の入った帯を締め、そこに飾りのような大きな鳥の羽を下げている。なるほど。あんたたちが風を使う民ってわけだ。二日も歩き詰めで来たのに、あんな風で吹っ飛ばすなんて、随分な挨拶だね。秋がそう言い切ったのが合図のように、清と秋は地面を蹴って飛び出し、仮面の男たちに向かっていった。相手の槍を秋が剣で打ち切ると、清がすかさず刃のついた先を拾い振ります。一瞬にして四五人の大人を蹴散らした。大丈夫か朝香。なんだお前は、飛んだ腰抜けだな。あっちのガキどもは大した手だれだというのに。争い事は嫌いなんだ。すかしたことを言いやがって。こんな甘っちょろいこと言ってる奴は、都の人間だな。矢吹に手を出さないで！俺の前に出ようとする朝香を後ろに追いやり、背中で押さえ込んだ。なあ！矢吹！大丈夫だ、朝香。俺たちは、風を使うという、都にまつろわぬ民を訪ねてここまで来たんだ。あんたたちがもしそうなら、話を聞いてくれないか？うるさい！都の手先め！ほら！俺たちは争うために来たんじゃない。頼む。あんたたちが礼節を尊ぶ部族であるなら、少しでも話を聞いてくれ。おい、もしかして、お前、あの時の語り売りか。誰だ。男たちの間を割って前に出てきた背の高い男が仮面を取った。よう。お前は。片耳に揺れる青い耳飾り、狡猾そうな笑い、好奇心に光る瞳、まつろわぬ民のことを告げた、あの風のような若者だった。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美。他に、藤本秀樹、渋谷茂、柳沢英二、春原正幸、堀田勝、白倉雄二。以上の皆さんでした。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。都に向かう俺たち4人は、その途中で、ツバメの小屋貝の手がかりをつかんだ。どうやらその宝は、都の支配を免れ、風を操って戦うという民の里にあるらしい。数日がかりで里にたどり着いた俺たちを迎えたのは、仮面をかぶった風の民たちの手荒い攻撃だった。
話を聞いてほしいと頼む俺の声に、一人の男が反応した。お前、あの時の語り売りか。誰だ？男たちの間を割って、前に出てきた背の高い男が仮面を取った。よう。お前は？片耳に揺れる青い耳飾り、狡猾そうな笑い、好奇心に光る瞳。俺に風の民のことを教えてくれた若者だった。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ第5回。よく来たな、語り売り。俺はタスクだ。俺は矢吹、こっちは朝香、それからこの二人は清と秋。助かったよ。随分な歓迎ぶりだけどな。悪かったよ、いきなり攻撃して。昼夜問わず武装して村を守ってるんだ。タスクと呼ばれるその若者のおかげで、俺たちは歓迎されないまでも敵とは見なされなくなったようだ。仮面の男たちは武器を収めて仮面を取った。タスク、お前が村を守ってるだと？お前は一族の存続が危うい時に村の外ばっかり関心を持ってるじゃねえか。いずれはお前が一族を率いるっていうのに自覚が足りないにも程があるぞ。その言い草は心外だな。村にこもっていて何がわかると言うんだ。外を知ろうとしないのは俺たち一族の悪い癖だよ。里に降りるのは敵を知るためでもある。俺は俺なりに村のことを考えているさ。ったく、口ばかり達者だよ。この4人が都の手先だったら一族は終わりだぞ。こいつらは資格なんかじゃないさ。なあ、語りより。はい。俺たちは確かに都に従わぬ民だ。でも外の人間を片っ端から敵と見なすのは筋が違うだろう。俺たちはそこまで領権の狭い一族じゃないはずだぜ。偉そうに。少なくともこいつは安全だ。こいつ、語り売ってるんだぜ。それがなかなか面白いんだ。こいつの知る物語は、もしかしたら、俺たち一族の行方を左右するかもしれない。タスク、それ、どういう意味だ？いや、ともかく、お前だと分かっていたら、風の力を使ってまで追い返そうとはしなかったさ。まさかお前が妻子連れで旅をしているとは思わなかったんでね。ちょっと待て、俺は17だぞ。こんなでかい子供がいてたまるか。冗談だよ。なんだよ、まったく。おい、あんた。おちびさん。あんたじゃない、タスクだ。さっきの風、どうやって起こしたんだ？あ？風を自在に吹かせるツバメの小安がい。キヨがタスクから何を引き出そうとしてるのか分かって、俺も朝かも黙ってタスクを見つめた。お前たちの考えている通りだよ。ツバメの小安がいって言ったか？俺たちは風がいと呼んでるけどな。お前が持っているのか？見せてくれ。ふざけるな。冗談じゃない。いいよ、ほら。タスクは首からかけていた組紐を外し、キヨの手に小さな貝を乗せた。それがツバメの小安貝。巻貝のような形に滑らかな光沢、色はツバメの翼を思わせるような漆黒で、そこに群青色の美しい斑紋が広がっていた。目を離しがたくなるような不思議な色だった。いいか、手を離すなよ。タスクがキヨの手に自分の手を重ねた。あ、アキ、本物だ。あ、間違いない。タスク、頼む。このツバメの小安貝を俺たちに譲ってくれ。俺たちはこれを探して今までずっと旅をしてきたんだ。おいおい、矢吹、こいつら何者だ。お前が風貝を探してたのはこいつらのためなのか。アキ、言ってもいいか。ああ。俺はことのあらましを語って聞かせた。キヨがかぐや姫本人であることだけは伏せて。なるほど。
月の宝をめぐる争いをなくすために、月の力を天に返すか。あんたもこのツバメの小屋住まいの近くにいたなら、少なからず争いの経験があるはずだ。頼むよ、俺たちに譲ってくれ。ダメだな。え？どうしてだよ。やっぱりあんたも今までの連中と同じなのか。キヨ、やめろ。都に従わぬ民も結局は豪族貴族と変わらないじゃないか。一度力を手に入れたら手放さない。周りで争いが起ころうと、誰かが傷つこうと構わないんだ。なんだと？バカ言え！黙れこそ。まあまあ、この火山街はな、俺の一存じゃ決められないんだ。どうしてだよ。こいつは風の一族の長、つまり親父からの借り物だ。俺のものじゃない。じゃあ風の一族の長に許してもらえれば、小安街を譲ってもらえるんだな。そうだな。親父の前で今の話をしてみろよ。わかった。タスク、お前ってやつは正気か？まあまあ。うん？もしかしてさ、かぐや姫って君のこと？は？ああ、なかなか美人じゃないか。違うわよ。そいつは朝か。俺の幼馴染だ。なんだ。てっきり月森の近くにかぐや姫もいるもんだと思ってたのにな。そんなはずないだろう。かぐやはここにはいないよ。安全なところに身を隠しているに決まってるじゃないか。それもそうか。だけど残念だな。月の光と歌われるくらいの美人なら一度お目にかかりたかった。うまくいけば口説き落とせたかもしれないのに。ぬぼれるな。かぐやはお前なんかに口説かれるほどバカじゃない。もしかしてお前。なんだよ。かぐやに惚れてるのか？姫を守る月森なら、せいぜい取られないように気をつけるんだな。なんだと？やめろ、キヨ。かぐやは誰とも結婚なんてしない。おかしなやつだ。まあ、いい。村に案内しよう。風の民の村は、深く入り組んだ森を抜け、尾根を下った谷合にあった。かやぶきの屋根をかぶせただけの簡素な民家が寄り添うように並んだ小さな集落だった。帰ってくる父に抱きつく子供たち、ねぎらいの言葉をかける女たち、その様子は都にいる家族と同じだった。なんだよこの石。見渡すと、民家の横にある山桜の木の上に少女が立ち、俺たちを睨みつけていた。千鶴。村の外の人間をどうして連れてくるの？こいつらは俺が招待した客人だ。無礼は許さないぞ。いいから早く降りてこい。その山桜の木は弱ってるんだ。村の外の人間が私のお父さんを殺した。なのにどうして？あ、危ない！キヨ！キヨー！キヨとそれを追ってアキが茂みに飛び出した。おい、大丈夫か？話して、あんたたちなんか嫌い。待て、俺を見ろ。え？キヨ！何を思ったか、キヨは折れた枝を手に取ると、自分のすねに思い切り打ちつけた。そんなことしたら痛い。ああ、そうだ、痛い。お前と同じ痛みだ。さっきお前が投げた石も、お前が言った言葉も、全部痛かった。お前が痛みを感じるのと同じように、俺たちだって痛みを感じるんだ。同じ人間だからな。な、俺とお前は何が違う？え？だって。千鶴！無事でよかった。娘を助けてくれてありがとう。いや、大変。あなたたち、すぐに傷の手当てをしなくちゃ。いや、このくらいの傷。あい。キヨ、アキ、大丈夫か？ああ、傷だけじゃないか。手当てしてもらってこいよ。
その間に俺は親父にお前たちのことを話してくる。そうだな。行ってこいよ。矢吹、お前もだ。その頬の傷、唇からも血が出てるぜ。え？俺も？あ、さっき殴られた時のか。あ、いた！今気づいたの？本当に娘がごめんなさい。どうぞうちに来て、手当てをするから。ありがとうございます。いや、あの、薬草と布だけもらえますか？え？けれど、傷の手当は？平気だよ。ここに優秀な薬師がいるんだ。な、朝香。え？あ、ええ。私でよければ。お前たち、どうしたって言うんだよ。二人はどんどん村の中心を離れていった。結局俺たちは村の外れにある林の木陰で朝香の手当てを受けた。これで終わりね。矢吹も顔中傷だらけっと。いた！ありがとう。なあ、お前たち、どうしてあの母親のせっかくの好意を断ったんだ？しかも、こんな村の外れまで来て。ああ。やっぱり気になるか？実はな、矢吹。俺たちのせいで、この村に変な奴らが入り込んでしまったみたいなんだ。変な奴ら？ああ。ずっと俺たちをつけてきてる。え、いつから？もういい加減コソコソされるのは頭にくる。そうだな。おい！隠れていないで出てこい！俺たちに用があるなら、正々堂々言ってみろ！キヨが声を張り上げると同時に、アキは頭上の木の枝に飛び上がった。木の下に着地したのは、全身黒ずくめの二人の男だった。黒い頭巾で顔を隠し、獣のごとく鋭く光る目だけがあらわになっている。あんた、ずっと俺たちのことつけ回してるな。こんな山奥まで何の用なんだ。お前たちの狙いはキヨか。いいえ、私の目的は月の姫ではありません。あなただ。何？男が頭巾を取った。白髪頭を曲げにした目つきの険しい老人は、秋の前に進み出ると、深々と頭を下げた。石川家の命により、あなたをお迎えに上がりました。秋の巫女様。なんだって？秋が巫女様？ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸橋和美、タスク、藤本秀樹、黒ずくめの男、高瀬哲夫、他に白倉雄二、堀田勝、渡辺優奈、瀬尾智美、以上の皆さん、スタッフ、制作統括、小宮山義則、技術、坂野巌、音響効果、今井豊、演出、木村明宏でした。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。来週もお楽しみに。青春アドベンチャー。部族の家に生まれながら、武官になることを避けて家出をしてしまった俺は、都を飛び出し、幼馴染の朝香と旅に出た。ある里で、俺たちは竹取の一族の生き残りである清と秋に出会った。かぐや姫であることを隠している清と、かぐや姫を守る月森の秋。二人は、五つの月の宝と、不死の命を与えるという
かぐやの力を天に返すため、困難な旅に立ち向かっていた。心を動かされた俺は、二人と共に旅を始めた。そして俺たちは、三つ目の宝、ツバメの小屋貝を持つ、風の民の里にたどり着いた。キヨは、一族の長の息子であるタスクに、宝を譲ってほしいと頼む。タスクは、長の家に向かった。一方、俺たちは村の外れで、突然現れた黒ずくめの男たちから、驚くべき事実を聞かされた。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ第6回。お前たちの狙いはキヨか？いいえ、あなただ。何？石川家の命によりあなたをお迎えに上がりました。秋の巫女様。なんだって？秋が巫女様？二人の男は秋に向かって深々と頭を下げた。私どもは先代の帝文武天皇の牝であらせられた利根殿の実家である石川家に仕える影の者です。一体どういうことだ？この方は文武天皇の正当な御子君、本来なら気安く話すことなど許されないお生まれの方、それがこんな汚いなりをして獣のような生活をなさっているとは。汚くて獣みたいで悪かったな。おや、ご自分の出自を聞いても驚かれないのですか？あいにく俺はずっと前から知っていたよ。育ててくれた母が全て話してくれていたから。知ってるなら話が早いや。あんたのこと探したぜ。頼むよ秋の巫女様、一緒に来てくれ。たつき！行ってよじっちゃん。失礼な口の聞き方は改めろ、あのろくでなし。どうやらあなたを育ててくださったお方は賢明な女性だったようですな。秋、帝の息子であるお前がどうして竹取の里に？石川家の利根という人は文武天皇が帝に即位する前の妻だったんだ。でも即位と同時に藤原の夫人の娘が妃の位について利根は位を下げられた。その時すでに俺を身ごもっていた彼女は、俺が権力争いに巻き込まれるのを恐れて隠れて俺を産み、竹取の里に養子に出したそうだ。じゃあ秋の本当の母親は都にいるのか？俺の母は竹取の里で俺を育ててくれた魔の子ただ一人だ。そんなことを言うものではありませんぞ。利根殿はあなたの命を守るために苦渋の決断をされたのです。だけどどうして竹取の里だったんだ？竹取の里は誰も知らないようなところにあったんだろ？なんでそんなところに隠したんだ？確かに竹取の里の存在は宮廷人もそうそう知らない。ところが帝とその一族だけは常に竹取の里の所在を把握しているんだ。ああ、帝は月の姫には近づいてはならないという掟があってな。夜昼の断りというやつか？お、よく知ってるじゃないか。そう、帝になった男が月の姫に近づくと、どういうわけか身を滅ぼすらしい。だからこそ、帝とその一族は、いつもその所在に注意を払っていたんだ。誰も知らなくて、都から絶対的に隔絶された里。命を狙われた巫女を隠すには、最も安全な場所というわけか。どうして今頃、俺の前に現れたんだ？あの人は、俺のいることを石川家の人間にも秘密にしていたと聞いたぞ。そうです。二年前までは。しかし、竹取の里が滅んだという知らせが入り、利根殿はそれは尋常でなく取り乱されまして、真実が明らかになったのです。利根殿のお父上である石川友成様は、すぐに我らを呼び、秋の巫女様の行方を探すように命じられました。ずいぶん探して、やっと俺たちはある噂を掴んだんだ。竹取の里の生き残りで、月森を名乗る少年二人が、五つの月の宝を探して旅をしていると。まさかと思って見つけ出したら、案の定、秋の巫女様だった。しかも一緒にいたのは、見事に男に扮したかぐや姫様だ。驚いたね。
友成様は、あなたが帝となるにふさわしい人物であるなら、あなたを棺の巫女として擁立しようとお考えなのです。棺の巫女だって？秋が皇太子？落ち着いて聞いているように見えた清も、その言葉には驚いたようだった。朝香も、困惑したようにそのやりとりを見ている。冗談じゃない。どうして今更そういう話になるんだ。そんなこと馬鹿げている。俺もそう思う。俺が耳にした話だと、棺の巫女はすでに決まっているということだった。藤原の不人の娘と、文武天皇の巫女である帯人の巫女。つまり、不人の孫だ。文武天皇が早くに見まかられたから、今は代わりにその母君が在位されているけれど、それは幼い帯人の巫女が成長するまでの中継ぎだろうと。宮廷内の事情にそれほど通じているとは。お主もしや、貴族の家の出か？都で将軍を務める父のことは、秋にも清にも言っていない。父のことは、口にしたくなかった。とにかく、俺が言いたいのは、棺の巫女が誰であるかは、それほどはっきりとした事実だということです。秋が今更表に出たところで、そう簡単に棺の巫女の位を覆せるとは思えない。随分と頭も回るようだな、小僧。うちの不祥の孫と取り替えたいぐらいだ。じっちゃん、顔が怖い。頼むから冗談笑って言ってくれ。確かにお主の指摘は正しい。しかし不可能でもないのだ。朝廷では、藤原の不死との独裁的な政治に対して反感を抱く者たちが陰で動き始めておる。その貴族たちを味方につければ、秋を擁立するのは可能だと。そうだ。たとえ、お母君の地位が劣るとしても、秋の巫女様は第一子だ。そして、何より頭がいい。武術にも秀でていらっしゃる。あなたには、帯人の巫女様に勝り、人を引きつける要素が十分に終わりだ。どうか、我らと共に都においでください。藤原の世からこの国を守れるお方は、もう、あなたしかいないのです。そんな勝手な、勝手なこと言うな！キヨ。我慢できない。あんたたちは何も分かっちゃいない。秋がどれほど苦労してきたかも知らないで、帝にふさわしいだなんて、勝手に決めつけるな！まことに男のような姫君だ。これが月の姫だというのが信じられん。別に俺のことはどうでもいいだろう。すごいな。じっちゃんの気迫に逆らえるなんてかっこいい。本音を言わせてもらえば、我らはあなたのことなどどうでもいい。むしろ、あなたに巫女のおそばにいられては迷惑だ。危険極まりない。どういう意味だ？そんななりをしていても、あなたは確かにお綺麗だ。その顔で、巫女をたぶらかさないでいただきたい。ふざけるな！俺たちはそんなんじゃない！お前たちに、俺たちの一体何がわかるって言うんだ！俺は帝になんてならない。今すぐ都に帰って、友成という人にそう伝えろ。あなたが帝になってくださらなければ、この国は藤原の手に落ちてしまうのですぞ。悪いけど、今さら国だ都だと言われても、それが大切だとは俺には思えないよ。俺は、竹取の里で若竹と真の香に育ててもらった月森の息子だ。大切だと思えるものは、そこにしかない。なんと愚かな。あなたは知らないのです。一体どれだけ多くの方が、あなたに望みをつないでいるのか。ああ、そうだ。あんたの言う通り、俺は愚かだ。よかった。これで俺が帝になる理由の一つはなくなったってわけだ。でも、もう一つの方はあながち外れてもないと思う。剣には俺も自信がある。俺の父は、竹取の里で一番の武人だった。試してみるか。アキ！どうするよ。じっちゃん。引くぞ、たつき。え？諦めるのかい？仕方はあるまい。巫女様、我らは決して諦めたわけではありませんぞ。心変わりなされたら、いつでも我らをお呼びください。気を悪くしないでくれよ。じっちゃんは石川家の主に報いようと、一生懸命なだけなんだ。悪い人じゃないよ。じゃあな。一生呼ばない。まさか、よりにもよって秋が巫女だったとはな。信じられないよ。清はかぐや姫で、
私、もう一体何が何だか。二人とも信じなくていいよ。だって、俺は実際巫女じゃないもの。もちろんこれからもそんなものになる気はこれっぽっちもない。ちょっと、キヨと二人で話がしたい。まあ、わかった。アサカ、行こう。え？ええ。キヨはずっとうつむいたままだった。俺とアサカは、二人を残して、先に村に戻ることにした。キヨ、バカなこと考えるなよ。バカなことってなんだよ。俺が、あいつらと一緒に都に行ったらどうしよう、とかだよ。なんでわかるんだよ。ずっと一緒にいるんだ。当たり前だろ。なのに、キヨには俺の考えが少しもわからないんだな。俺が今なんで怒ってるのかもわからないだろ。わかるよ、それくらい。じゃあ、当ててみなよ。俺が、アキのことを信じられていないから。その通りだ。実際に言われると本当に腹が立つな。ごめん。この際だからはっきり言っておくけど、俺がキヨを置いて一人で都に行くなんてありえないよ。俺たち、たった二人だけ残った竹取の里の身内じゃないか。今さら離れられるわけがないよ。だけど、まさか、キヨは、俺が帝の地位に惹かれるような奴だとでも思ってるのか？俺は国なんていらない。地位も名誉も欲しくなんかないのに。違う。俺はそんなこと思っていない。じゃあ、何をそんなに心配しているんだ？言ってみろよ。だって、都の宮廷には、アキの本当の母親がいるじゃないか。血を分けた人が生きていて、望めば会えるかもしれないのに、アキは会わなくていいのか？本当の親に会いたいと思ったこと、ないのか？キヨ。その頃、俺とアサカは、あまりの突然の出来事をまだ受け止められないまま、村に向かって歩いていた。キヨとアキは、まるで矢吹がしてくれる、語りにでも出てきそうね。それにしちゃあまりに堅いぶりすぎる。お姫様は男より気性が荒くて喧嘩に強いし、巫女様は従者を剣で脅して追い返すし、おまけに二人とも見かねるほど汚れた身なりだ。こんなこと語っても誰も信じてくれないよ。真実味がなさすぎる。だけど、真実だわ。ああ、そうだな。都で読んだ書物よりも、これまで耳にした物語よりも、ずっと壮大で超越した現実も、この世にはある。おーい！あ、タスク。お前ら探したぞ。どこに行ってたんだよ。すまん、今は戻るところだったんだ。親父に話を通したぞ。すぐにでもお前たちを連れて来いと言われた。そうか、わかった。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、影の者、高瀬哲夫、辰木、市原智彦、以上の皆さんでした。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。月の宝を探す旅に出た俺たちは、風を自在に吹かせるという三つ目の月の宝、ツバメの小安貝を求め、風の民の里にたどり着いた。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。
15回シリーズ第7回円形の室内は土間のために土の匂いが立ち込めていた。奥の太い柱には風の民たちが腰につけているのと同じ鳥の羽が奉るように飾られている。部屋には目の光を失った老婆と岩のように動かずに座っているオサがいた。話は息子から聞いた。矢吹というのは？俺です。お主か。お主の語る月の姫の物語に、わしら一族の守る風貝の話があるそうだな。はい。物語の中では、燕の小安貝と呼んでいますが。聞かせてくれ。風貝が何なのかを、この宝がどこから来て、何のために存在するのかを。その代わり、お主たちに今夜の宿と夕餉を提供しよう。わかりました。今は昔、今からずっと昔、まだ地上の人々と天の神々が近しい場所にいた頃のこと。ある時、月の神である月読みの娘が地上の若者に恋をした。その娘の名は、かぐや姫。俺は月の姫の物語を語り始めた。しかし、いつも終えるところでは終えなかった。物語には必ず続きがある。そういった清のために。竹取の里が滅びたこと、それを経て、月の宝を天に返そうと決めた、かぐや姫と月森。二人の旅を物語にして、俺は語った。うん。そこの少年たち。お前たちがかぐや姫に仕える月森か。そうだ。俺たちが月森だ。矢吹の言うように、かぐや姫の命により、五つの月の宝を探してる。その一つである、燕の小安貝を求めてここまで来た。俺たちに、いや、かぐやに、燕の小安貝を譲ってほしい。できぬ、と言ったら。奪ってでももらっていく。月の宝は争いを呼ぶ。そのせいで、たくさんの人たちが命を落としてきた。かぐやは宝を天に返すことが、死んでしまった人たちへの報いになると思っているんだ。だから頼む。そいつを俺たちに譲ってくれ。そうか。お前たち、これを見ろ。長い裾をまくり上げ、あらわになったオサの足に、四人は息を呑んだ。オサの右足は、膝から下がなかった。もはや馬でかけるどころか、歩くことすらできる。痛ましいオサの傷は、戦がどういうものか、俺たちに知らしめる傷だった。俺たちは言葉を失った。我が一族が、風貝を手にしたのは、今はもう昔の話じゃ。沈黙を破ったのは、これまで黙っていた老婆だった。どのような経緯で我が一族のものになったのかは、今となってはもう誰もわからん。帝と帝に従わぬ一族との戦が始まったのも、誇り高き一族たちが支配を拒んで戦い、その度に敗れて散っていった。数々の名のある部族が滅んでいく中で、我が一族だけが生き残った。それは、風貝を持ち、風を操ることができたからじゃ。力を持っていたから、今もこうして、誇りを守って生きていられる。風貝はわしら一族を守る宝だ。これまで何千何百もの兵士たちが押し寄せてきた。しかしわしらはその度に、風貝に念じて、突風や竜巻を呼び起こして跳ねのけてきた。これまで生き延びることができたのは、風貝のおかげなのだ。今さら風貝を手放して生き残る術など、
わしらは知らない。でも俺たちだって譲れないよ。ツバメの小屋街がなければ今まで集めた宝もかぐやの力も天に返すことができなくなる。なぜそこまで月の力を疎んじる。月の宝を天に返されて誰もが喜ぶと思うのか。月の宝の周りではいつも争い事が起こる。力を持った人間のせいで人が苦しむのはもうたくさんだ。月の宝がなくなれば争いがなくなるなど、この世はそんな綺麗事では済まぬ。だけど月の宝が争いをもたらしているのは事実だろ。力とか富や名声を欲しいがために争いが起きるのなら、やっぱり月の宝なんてない方がいいんだ。お前たち勘違いをしているようだな。力というのは何かを守るためにも必要なのだ。守るため？そうだ。わしらは富も名声も欲してなどいない。わしらが風貝の力を使うのは一族を守るためだ。我ら一族はもはや衰え、数も少ない。その我らがこの村を、自分たちの誇りを守るために月の力を使う。若き月森たちよ、それこそが月の力の正しい使い道だ。オサが杖を支えに立ち上がった。足を重く引きずるその姿が、月の宝をいかに必要としているのか訴えていた。すまぬが、お前たちに宝は渡せぬ。今宵は我が村に泊まるといい。だが夜が明けたらすぐにここから立ち去れ。守るために力を使う。戦の痛ましい傷を負ったオサの言葉に、俺は何も言うことができなかった。ヒヨもアキも返す言葉がなく、呆然と立ち尽くしていた。悪かったな。わざわざ村まで来てもらったのに、こんな結果になっちまって。でも親父が、一族のオサが、ああいう決断をしたなら、こればっかりは仕方がない。悪く思わないでくれ。タスク、ずっと不思議に思っていたんだけど。なんだ？お前はどうして、月の宝を欲しがっている俺たちを、この村に連れてきたりしたんだ？俺たちが宝を奪って逃げる可能性だってあっただろ？それは、知りたかったからだよ。俺たち一族が受け継いできた宝が何なのか。どういうことだ？親父は、風貝が俺たちを守る宝だなどと言ったけれど、本当は違う。俺はね、実は結構前から気がついてたんだ。風貝が戦を呼ぶ代物であることに。それじゃあ、秋が言っていた通りじゃない。月の力で守るどころか、月の力が逆に敵を呼び寄せているのに。親父ももう後に引けないんだ。結局、風貝を抜きにしても、朝廷の配下に収まらない限り、都の討伐隊との戦が続く。俺たちは、どの道戦うしかないんだよ。それならたとえ一族が滅びようと、風貝の力で一矢報いる道を、親父は選んだんだ。どうして、どうして宝の周りでは、こうも争いばかりが起こるんだ。それなのに、みんなこぞってそれを欲しがって、手に入れたら命も顧みずに守って。バカだよみんな。そう言うなよ。報復できる力が目の前にあるのに、それを使わずにいることなんてできないんだろ。じゃあ、どうしたらいいんだ！キヨ、待てよ！おい、村を離れるなよ。俺は、あいつらをここに連れてくるべきじゃなかったのかもな。どうして？あんな打ちのめされた顔をされたら、さすがの俺でも気が咎める。なんだってかぐや姫の月折があんなに若い奴らなんだ。これじゃ、後味が悪すぎて気がめいる。本当に、どうすることもできないのか。こんなのあんまりだわ。これじゃ、あなたたち風の一族にも、あの子たちにとっても、辛いばかりじゃない。おや？俺たちのことまで気にかけてくれるのか。優しいんだな。何よ、人が真剣に話してるのに、その言い方。なあ、タスク。お前、本当は初めから分かっていたんじゃないのか？オサ殿がああいう決断を下すこと。見かけの割に鋭い奴だな。やっぱり。
俺は親父がどんな決断を下すか知りたかったんだ。数百年続いた争いで俺たちの一族はもう疲れ果てている。俺たちはそろそろ決めなくちゃならないんだ。誇りを捨てて都に着くか、一族が滅ぶまで戦うか。お前たちを村に連れてきたのはそれを決めるいい機会だと思ったからだけど、親父の決断は確かに予想通りだったよ。お前もしかして一族の誇りを捨てて都に着くべきだと考えているのか。さあな、それはまだ俺にもわからないよ。だからこそ俺は知りたいんだ、できるだけたくさんのことを。タスク、待てよキヨ。タスクがあまり村を離れるなって。アキ、俺わからなくなってきた。オサの言ったことが。うん、俺小さい頃からずっと思ってた。月の力なんてなければみんな争いなんて起こさないのにって。父様や母様だってもっと笑っていられるし、みんな幸せに生きられるのにって。うん、知ってるよ。でも違ったんだ。今日初めて気がついた。月の力を必要としている人もこの世にはいる。この村の人たちみたいに。うん、たとえそうだとしても、俺はキヨが思いついたこと、月の宝を天に返して争いをなくそうとしていること、間違いだなんて思わないよ。アキ、本当のことを言うとさ、俺キヨが宝をすべて集めるって言い出した時、そんなことできるのかなって思ったんだ。でもキヨはちゃんとやってきただろ。そしたら本当に仏の御石の鉢を見つけられた。竜の首の種も手に入れた。ツバメの小屋子貝だって探し出せた。俺は嬉しかったんだ。宝が見つかるたびにワクワクした。里が焼けてしまった時は何もできずに泣いていたのに、俺たちでも何かを変える力があるんだって思った。俺もだよ。だけどアキ、今回は今までのようにはいかないよ。さすがにきつい。竜の首の種の時みたいに奪って逃げることなんてできない。だってこの村は俺たちの竹取の里に似ている。俺たちが宝を取り上げたらこの村は滅んじゃうんだよな。俺やだよそんなの。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸橋和美、タスク、藤本秀樹、風の民の長、佐藤誓う、老婆、三谷悦代。以上の皆さんでした。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。月の宝を探す旅に出た俺たちは、風を自在に吹かせるという三つ目の月の宝、ツバメの小屋子貝を譲ってもらうため、風の一族の長の元を訪れた。しかし、長は、これからも一族を守るために、月の宝は譲ることはできないという。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。
15回シリーズ第8回オサの計らいで用意してもらった部屋に戻り、横になった。誰もが答えを見出せないまま、浅い眠りに落ちた頃だった。矢吹、起きろ。起きろよ。どうしたんだ。4人とも荷物をまとめて表に出ろ。こんな夜中に、一体どうしたんだよ。巫女のばあさんがお前たちのことを呼んでいる。来いよ。案内してやる。巫女のばあ様が？早朝に村を出られるよう荷物をまとめておくという朝香を残して、俺と清と秋は、オサにバレないように静かにタスクの後についていった。巫女のおばの部屋は、高床になっている祭りの小屋の中にあった。ばあさん、連れてきたぜ。よく来てくれた、若い月森たちよ。さあ、私の近くへ来ておくれ。はい。巫女のおばは、弱々しい足で立ち上がり、見えない目を閉じたまま、あたりを探った。清と秋が慌てて支えると、巫女はその腕をたどって、清の顔を撫で始めた。そなたが、かぐや姫だね。嘘だろ？え？どうして？人の本質というのは、目に頼らない方がかえって見えてくるものなのだよ。俺は、そうです。俺がかぐやです。その名はもうずっと使ってはいないけど。驚いたな。このチビさんが、かぐや姫様とは。あの、キヨの正体は、オサにも、他の人たちにも明かさないでください。欲に喰らうと、人は何をするかわからないから。そなたは眩しすぎる。かぐや姫の月盛りが月の姫よりまばゆいとはおかしなことじゃ。そなたはまるで日の光のような。え？秋が思わず身を固くした。巫女のおばは何かを悟ったようにハッとした表情を見せた。どうやら秋が本当は何者なのか分かったようだ。ばあさん、どうした？そなたたちのうちに流れるものは混じり合うはずのないもの。そなたたちは対極の定めを追っている。にもかかわらず、こうして共にいられるのは、おそらくそなたたちがまだ子供だからじゃ。しかし、やがて必ず、たもとを分かつ時が来るじゃろう。それが、そなたたちの定め。地上で最も権力を得た火の巫女は、月の姫を決して得ることはできない。それが夜昼の断りだ。その定めを知りながら、清と秋は、二人で生きてきた。俺たちが一緒にいるのは、子供だからなんて理由じゃない。俺たちは今日までたくさんのことを一緒に乗り越えてきました。そして自分たちの意志で共にいることを選んだんです。このつながりは定めだなんてそんな目に見えないもので壊れたりはしません。その定めとかいうものにここまで逆らってきたんです。だったらこのまま逆らい通してやります。わしは自分の見たものをそなたたちに伝えたまでじゅ。だが、わしも巫女、先を見る力を持っておる。たとえ、定めが変えられないものだとしても、俺たちは屈しません。秋も清も、その目には少しの迷いもなかった。俺は、武漢を継ぐという自分の定めから逃げるために、家を出てきてしまった。けれど、逃げているだけではダメなんだ。父に、正面から立ち向かわなければいけない。不思議じゃな。わしはこれまで自分の見たものを疑いもせずに受け止めてきた。しかし、今は違う。わしが見たものを覆し、
そなたたちの行く先に光が差すことを願っておる。ばあさん。タスク、あれを出しておくれ。わかった。キヨ、手を出せ。タスクは首にかけてある組紐を引っ張り出し、それをキヨの手に乗せた。ツバメの小屋使いがキヨの手の上でキラリと光った。持っておいき。どうして？これはもうわしらの手に余る。月の姫であるそなたの手で天に返しておくれ。でも、この風がいがある限り、わしらは戦を続けなければいけない。だが、もう疲れた。争い、憎み、恨む。もう、たくさんじゃ。わしは、そなたに望みを託したい。だけど、タスク、あんたはいいのか？ツバメの小屋使いがなかったら、この村はどうなる？この村がどうなるのかは、俺たち一族の問題だ。俺たちだけで何とかするさ。それでどうにもならないようなら、俺たちはここまでの一族だったというだけだ。そんな、それでいいのか？じゃあ、お前はどうしたい？わからない。ツバメの小屋使いは欲しい。だけど、この村も失いたくない。それは甘ったれた考えだ。どうにもならないことってのも、この世にはあるんだよ。自分の望みを叶えたいなら、お前は前だけ見て進め。そなたたちが思いを遂げる日が来ることを祈っておる。どうか、この先もう二度と、わしらのような悲しい一族が生み出されることのないようにしておくれ。二人はもう何も言わなかった。キヨは目を閉じ、ツバメの小屋使いを握りしめた。お前ら、急いだ方がいいぞ。みんなが起き出す前に村を出ろ。俺たちは、巫女のおばに別れを告げると、急いで朝香を呼びに行き、馬屋に集まった。三頭を用意した。朝香は矢吹の後ろに乗れ。わかった。タスク、ありがとう。タスク、お前はどうするんだ？俺たちを逃がしたりして大丈夫なのか？心配するな。俺を誰だと思ってるんだ。無理やり奪われたとしらを切り通すさ。お前の語りに負けないくらい、風貝の略奪場面を面白く語ってやる。俺たちを盗賊か何かに仕立てる気か？いいだろ。ほら、チーさん、お前もさっさと乗るんだ。うわ、何すんだ。まさか、この小さんがかぐや姫だったとはね。すっかり騙されたよ。タスク、俺。くそ、あいつら、日が出るまでは休戦する約束だったじゃないか。みんな起きろ！タスクはそう言うと、目の前の物見やぐらを駆け上がった。タスクの継承が裏目に出た。風の民に支えられて、オサが小屋から出てきたのだ。タスクと一緒にいる俺たちが、馬にまたがってるのを見て、オサは一瞬にして悟ったようだった。お前、月森に風がいを渡したのか？ち、もうバレちまった。キヨ、何をぐずぐずしてるんだ？早く！俺が途中まで案内する。バカなことしよって！皆の者、風がいが盗まれた！久しぶりの少年たちが刀を盗み寄った。取り戻せ。まずいぞ。キヨ、アキ、ここはタスクの言う通り、逃げよ。ここから北に向かって走れ。運ばれる前に走り抜けろ。追ってはできるだけ俺が食い止める。くそ。タスクが次々と放つ矢は、驚くほど的確に数人の兵士たちを射落とした。行け！早く！
して待ってろよ。アキ、チヨ、行くぞ。待ってくれ。走り出そうとした途端、キヨは馬の首を巡らせた。アキも慌てて馬の首を巡らせ、キヨのそばについた。おい、どうしたんだ。キヨ、アキ。危ない。ごめん、矢吹、アサカ。やっぱり俺、こんなの嫌だ。納得できないよ。アキ、いいか。いいよ。だから一人で行くなんて、バカなことは一個なしだ。俺はキヨの付き盛りだ。何があってもそばにいる。ありがとう。何を思ったのかキヨは、今にも戦場になりそうな真っ只中に戻り出た。その後ろを弓矢を担いだアキが馬に乗って追いかけていく。キヨ、アキ。あの子たち、まさか戦う？キヨは突き出した大きな岩の前に止まり、馬の鞍から飛び降りると岩の上に立った。アキはその傍らに控え、弓を構えた。キヨは岩の上から迫り来る両者の姿を見渡すと目を閉じた。母様、父様、里のみんな、どうか力を貸して。キヨの傍らにいるアキが一本の矢を放った。一同の注目がキヨに集まった。キヨは岩へ立った髪を解くと目を開いた。私の名はカムヤ。遥か昔、月の神が五つの宝と共に地上に嫁がせた娘の末裔だ。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、能登真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、風の民の長、佐藤誓、巫女のおば、三谷悦代、他に、白倉雄二、堀田勝、柳沢英二、加藤豊。以上の皆さんでした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取文。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK 青春アドベンチャーの係です。どしどしお寄せください。月の宝を探す旅に出た俺たちは、風の一族の巫女のおばとタスクから三つ目の月の宝、ツバメの小屋すがいを譲り受けた。ところが俺たちが村を出る前に兵士たちが奇襲をかけてきた。それによって俺たちが宝を奪ったことも風の一族にバレてしまった。タスクは俺たちを逃がそうとするが、キヨとアキは逃げるどころか戦になろうかという真っ只中に躍り出た。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取文。15回シリーズ。
第9回。私の名は、カムヤ。遥か昔、月の神が5つの宝と共に地上に嫁がせた娘の末裔だ。キヨ、カムヤ姫だぞ、捕らえろ。いや、待て、聞くのだ。私は今、月の力を秘めた5つの宝を探している。月の宝はこの世のものではない力を持ち、その周りでは必ず争いが起こる。だから私はバラバラになった5つの宝を集め、月の神に返そうと決めた。そして今、ここでようやくそのうちの一つを手に入れた。それがこのツバメの小屋住まいだ。そなたが言い伝えに語られる、目取った男に巨万の富をもたらすという月の姫か。そうだ、私がかぐやだ。キヨの微笑みに、その場にいる誰もが目の色を変え、息を止めた。それを見計らったかのように、アキが手綱を引き、キヨはアキの馬に飛び乗った。このツバメの小屋住まい、確かに私がもらっていく。あのかぐや姫を捕らえろ。ツバメの小屋住まい者とも私のものとする。ヤサキ、助けなきゃ。待て、様子がおかしい。キヨとアキ、それから俺たちの周りだけを除いて、突風が次々と剣や弓を吹き飛ばしていた。あれがツバメの小屋住まいの力か。よし。あなたたち、みんな倒しちゃった。ったく、なんてやつらだ。まったくだ。で、タスク、お前何やってんだよ。見りゃわかるだろ、お前らと一緒に逃げてるんだ。そりゃわかるけど、なんで。お前らに加勢したこと、見事に親父にバレちまったからな。とりあえず、お前らと一緒に行くことにした。ちょうどいい機会だ。俺も村の外の世界を見に行く。都に抜ける近道はこっちだ。ついてこい。今晩はここで寝られそうね。助かったよ。ああ。それにしてもキヨ、お前本当にかぐや姫だったんだな。さっきの微笑んだ表情と来たら、俺は目を疑ったよ。なあ、もう一度見せてみろよ。ほら、ニコッと笑ってみ。いいだ。おい、頼むからそういう顔でそういう変な顔してくれるな。うるさい、この色ぼけをたんこなす。寝ぼけたこと言うから目を覚まさせてやったんだ。お前なあ。あれ、この岩場、竹林に囲まれていたのか。ああ、本当だ。暗くてわからなかったな。キヨ、ここでやるか。うん。このツバメの小屋住まいは、たくさんの人間に狙われている。封印するなら早い方がいいよ。アキ、剣を貸して。お前ら、何を始めるんだ。封印の儀式だよ。これからキヨが舞を舞って、ツバメの小屋住まいに宿る神を呼び起こすんだ。え？これからやるのか？見ていい？いいけど。キヨは、アキから受け取った剣に、自分の腰につけていた鈴を結んだ。その鈴も剣も変わった形をしてると思ったけど、特別なものなんだな。この鈴は、先代のかぐやの形見なんだ。この剣も、竹取の里を出るときに、つきもりだった母に譲り受けた大切なものだ。そうだったのか。キヨはツバメの小屋住まいを落ちていた青い笹の上に置いた。小さな貝殻の形をした宝がうっすらと輝いた。
その場の空気がピンと張り詰めた。キヨはツバメの小屋外に一礼すると数歩下がり、秋の剣を振り上げた。その鈴の音色とともにキヨが舞い始めた。その姿は巫女のようでもあり、しかしその眼差しは挑むように鋭い。ツバメの小屋外がひらりと瞬き、暖かな光が溢れ出した。ツバメが、淡い光を放ちながら空を一周駆け巡ると、一本の竹の細い枝に止まった。キヨがそっと小鳥の前に手を差し出した。そうか、ごめんな。お前はこんなに優しい風も起こせるんだよな。お前の力をちゃんと使ってやれなくてごめんな。ツバメの体から光が放たれた。光は辺りを真昼のように照らすと、そこから小さな滝のようにキヨの手の中に流れ込んだ。なんて綺麗なの。キヨの手のひらには小石が残った。三つ目の月の宝、それは透き通る若葉のような色をしていた。俺たちはその晩から交代で根津の番を立てることにした。最初に番をすることになった秋は小高い岩の上に行った。しかし秋を都に連れて帰ろうとする石川家の影の者たちが再び秋の前に現れていた。秋の巫女様、お考えは変わっていないでしょうか。頼むから俺たちと一緒に来てくれよ。ほら、たつき、巫女様に敬語を使えと言っとろうが、この愚か者。はい、はい。二人ともしつこいよ。もういい加減にしてくれ。都に戻り、石川友成様にあなたのことを伝えましたところ、友成様はやはり、あなたを棺の巫女に据える決断をなさいました。どうか。まったくどんな報告をしたんだよ。秋なんて人間はダメな奴だったと言ってくれればよかったのに。何をご謙遜なさいますか。私は自分の見たままを報告したまでにございます。あなたはこの先、この国を束ねる帝となるにふさわしいお方だ。いい加減諦めてくれ。俺の気持ちは変わらないよ。俺は竹取の里で月盛りとして育った。俺の役目は清を守ることだ。あなたは本来なら守る側ではなく、多くの家来たちに守られる側の人間です。そのあなたが身を挺して月の姫を守るなど見ていられません。あなたが哀れでならない。これは俺の望んで決めた道だ。あんたに哀れに思われる筋合いはないよ。俺は大切な人を守り通せるような強い人間になりたい。その大切な人というのは、かぐや姫のことですかな。当たり前だろ。俺は清の月盛りだ。使命感ならばまだ良いが、やはりあなたとあの娘をこれ以上一緒にさせておくのはよくありませんな。キヨに何かしたら俺はあんたたちを許さない。あんたたちだけじゃない、石川友成という人もトネもな。ご自分の祖父殿とお母君ですぞ。それは脅しですか。そう、半分はね。半分、もう半分は忠告だよ。あんたたちはキヨを甘く見すぎてる。俺が守る以前にキヨは相当手強いぞ。キヨの前に出るなら少なくとも一発は殴られる覚悟をしておくんだね。まったく、今日のところは致し方ない。また参ります。また来るよ、秋の巫女様。
ていいよ。驚いたぜ。タスク、起きてたのか。いつからいたんだよ。お前、この国の巫女様だったのか。巫女って言ったら、この国で一番偉い奴の息子だろ。いや、帝になんかなりたくないよ。どうして？帝になったら、清といられなくなる。ずっと聞きたかったんだが、お前と清は一体どういう関係なんだ？関係？どうって、見たまんまだよ。俺は清の月盛りだ。そういうことを聞いてるんじゃない。いいか？俺の一族では男女の間の友情は成立しないものなんだ。清は友達なんかじゃないよ。家族というか、親友というか、相棒というか。恋人？何を言ってるんだ。なるほどね。あのじいさんの心配は杞憂じゃなかったってわけだ。しかし相手があの清じゃ、巫女様の恋もなかなか大変だな。あの子は自分がかぐやでいるうちは女に戻る気はないんだろう。もしもかぐやの定めから解放されなかったら、あの子は一生あの男のなりのまんまじゃないのか。だからこうして宝を探してる。わかったぞ。お前が宝を探す理由、キヨをかぐやの定めから解き放ってあの子と結ばれたいって魂胆だろ。それが悪いか。あんたにとやかく言われる筋合いはないよ。もう寝ろよ。見張りの邪魔だ。はいはい、わかったよ。まったく変わった奴らだ。おい、タスク、あまりあいつをからかうなよ。なんだ矢吹、お前も起きてたのか。あいつら面白いな。型にはめ込めないというか、男とか女とかそういう枠組みみたいなものを一切超越しちまってる。村の外にはやっぱり面白い奴らがいるな。清と秋みたいな奴らはこの国を探し回ったって他にはいないよ。俺にしてみればお前と朝香も面白いぜ。俺たちが？どうして？お前と朝香は一体どういう関係なんだ？朝香は俺の幼馴染だけど。だから俺たち一族の間では男女の友情はだな。あ、もういい。もういい。お前たちにこういうこと言っても通用しないみたいだ。あ？なんだよそれ。ええよ、言っても無駄だ。おい、なんだよ。おい、待てよ。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、石川家の影の者、高瀬哲夫、辰木、市原智彦、他に、渋谷茂、柳沢英二、加藤豊、以上の皆さんでした。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみ。青春アドベンチャー。月の宝を探す旅に出た俺たちは、風の民の里で、三つ目の月の宝、ツバメの小屋貝を手に入れた。風の一族のタスクが案内してくれたことで、その晩、川のそばの岩場で休みを取ることにした。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。15回シリーズ第10回。俺はなかなか眠れず、タスクと川べりを歩いていた。一方朝香は岩場の上で一人空を見上げる清のそばに向かった。清、眠れないの？ああ、
朝か。綺麗な月ね。うん。でも俺には少し怖い。怖い？どうして？月を見ているといつも考えちゃうんだ。どうしてはじめのかぐや姫は地上に降りてきてしまったんだろうって。それは、きっとかぐや姫はそれだけ地上の若者と一緒にいたかったのよ。そのせいでたくさんの人が死んで、責任は大きいよ。でも、かぐや姫は自分の身に不死の力を授かってでも、その人を守ろうとしたんでしょ？かぐやの気持ちを責めることなんて誰にもできないわ。優しいんだな、朝香は。ううん。私も、そのかぐや姫の気持ち、少しだけわかるもの。そうか、朝香は矢吹のことが好きなんだっけ？何を言い出すのよ、急に。前にアキが言ってたんだ。朝香は矢吹が好きだから、俺たちの旅に同行してくれるんだって。じゃなきゃ、朝香みたいな普通の女の人が、こんな危険な旅について来られるわけがないってさ。何よそれ。生意気ね。ええ、そうよ。私は矢吹が好き。心配で仕方なくて。それで、都を出て矢吹を追ってきたの。だから、好きな人のために、地上に降りたかぐや姫の気持ちも、わかるのよ。そうか。ねえ、キヨ。あなた、無理して男の子のふりをしていない？俺が？まさか。俺は今の自分がいいよ。女でいるよりはよっぽど身軽だし、楽しいし。欲深い奴らにも狙われなくて済む。どうしてそんなことを聞くんだ？俺が無理をしているように見えるのか？いえ、見えないわ。だったら変なことを聞かないでくれよ。ごめんね。でも、変なことではないでしょ？だってあなたは女の子なんだから。本当は違うのに、男の子になるなんて、普通はできないでしょ？できるよ。俺にはできる。そう。わかった。おーい！朝か！キヨ！ちょっと川の方へ来てみろよ！すごいぞ！矢吹が呼んでるよ！行こう！ええ。どうしたのよ、一体。いいから。川の向こうを見てみろよ。あ、ホタル。すごいだろう。こんなに風情のある明かり、初めて見た。ねえ、矢吹、何か語りを聞かせて。あ、そりゃいいな。明日はいよいよ都入りだ。景気づけになるような面白いやつを聞かせてくれよ。よし、わかった。今は昔、出雲の国に大名持ちという神が生まれた。それは、目を引くような美しい顔立ちの神だった。俺は、大国主の御事の英雄譚を語ることにした。大名持ちは、幾多の試練を乗り越え、やがてはこの、芦原中津国に治める、大国主の御事となる。窮地に追い込まれる大名持ちの姿を語れば、四人は息を飲み込んだ。試練に打ち勝ち、美しいすせり姫と結ばれた場面を語れば、清と秋は手を叩き、朝香とタスクは声を上げて笑った。なあ、矢吹。なんだ、清。矢吹は語りを始めるとき、いつも決まって、今は昔と言うよね。何か意味があるのか？ああ、今は昔は物語を始めるときに言う。決まり文句だよ。いつ誰が思いついて、そう言い始めたのかはわからない。だけど俺はさ、思うんだ。今は昔で語られる物語には、みんな、人の意志が込められていると。人の意志？たくさんの人たちを引きつける物語。そこには、必ずそこに生きる人たちの思いがあって、決断があって、願いがある。純粋な優しさや、
一途な思いが込められている。それは時に、この世の中では綺麗事と言われてしまうようなものだ。でもな、不思議なことに、そんな綺麗事を俺が語ると、みんなそれに心を傾けてくれるんだ。確かにそうだな。臭いような言葉も、お前の語りを聞いてると、なんだか心に入ってくるよ。きっとみんな、本当はそういうものを求めてるんだ。人は、愚かで弱い。欲に駆られてしまうこともあるし、過ちを犯すこともある。けれど、それが全てではないだろう。物語の英雄のように強くありたい。優しく純粋でありたい。誰かを思いやりたい。そう願うのもまた、人の心の一面だよ。俺は、それを信じてる。俺たち、初めて矢吹を見かけたとき、実は人混みに紛れて、矢吹の語りを聞いていたんだ。え、そうなのか？うん。矢吹の周りでは、たくさんの人たちが一斉に泣いたり笑ったりしていた。それがすごく不思議だった。あの日、どうして矢吹を助けたのか、どうして矢吹を信じようと思ったのか、今ならわかるよ。それは多分、矢吹が語った物語の、人の心を引きつける、その力のせいだ。なんだか照れるな。俺は矢吹の語る話、好きだよ。悲しい話も、楽しい話も全部。あの時、矢吹の語りを聞きながら、俺たちも、悲しんだり笑ったりしていたんだ。だから矢吹の言うことは、なんとなくわかる気がするよ。願うことや憧れるものは、みんな同じはずなのに、どうしてみんな、争ったり、憎しみ合ったりするのかな。ああ。本当に、そうね。眠い。もうダメだ。おやすみ。先に戻って寝るよ。なんだよ。言いっぱなしで寝るのかよ。勝手なやつだな。私たちも寝ましょう。あ。翌朝、俺たちはついに平城京に入る大きな羅城門をくぐった。はあ、これが都か。橋も家も新しい。想像以上のものばかりだな。ああ、この一月で家も街並みもどんどん新しくなってるよ。本当ね、人もだいぶ増えているわ。さすが国の中枢、美人が多い。タスク、あんまりキョロキョロするなよ。目立つだろ。矢吹こそ、都に入ってから落ち着きがないぞ。お前の親父ってのは相当恐ろしいようだな。そういうわけじゃない。ただ連れ戻されるわけにはいかないんだよ。今はまだ大丈夫よ。この時間なら家の者はみんな市か屋敷にしかいないわ。なあ矢吹、帝はどこにいるんだ。この朱雀大路を北にひたすら上がったところだ。藤原の不人もその辺りにいるのか。ああ、どんな奴なんだろうな。もともとは中野大江の王子の側近として力を振るった藤原の鎌足という人の息子なんだ。けれど人心の乱で鎌足は負けた大味方の重臣だったために、それまで築いた朝廷での権威は全て失われてしまったんだ。つまり権威を取り戻して右大臣にまで上り詰めたのは不人一代の力だと言っていいと思う。不人は実際大きく国を動かしている。10年ほど前に制定された律令の体制を整えたのもこの藤原の不人なんだ。律令って一体何のことだ。悪いことをした人間に与える罰とか、民が都に納める税とか、祭りごとを行う上で国が設けた決まりだよ。どうしてそんなものを設けたんだ。それは多分国を形作るために必要だったから。そう、それまで秩序が国を作るということに誰も気づかなかった。不人はそこに気づいて、さらに制度まで作り上げた。やはりただものではないと思う。人の心も掌握し、意のままに操ろうとする。
人らしからぬやつ。それ何？夕下の席で酒に酔った父が言っていたんだ。不人が波の権力者たちと違うのは、人の心までも掌握する術を心得ているところにあるらしい。それが蓬莱の玉の枝によるものかもしれないんだな。ああ、権力で人を支配するのは簡単だけど、人の心までも引きつけるとなると容易じゃない。この世の覇者、藤原の不人がそう呼ばれているのは、この世の知と理を極めているからだ。この世の覇者か。秋はそっと自分の脇腹に手をやった。秋が生まれたばかりの時に藤原の不人の手先に殺されかけたということを俺は思い起こした。そんなご大層な人物に正面から会いに行ってまともに会えるものなのか。会える可能性はかなり低いと思うけど、その辺は賭けだな。仕方ないよ、行くだけ行ってみよう。どうせ宝は屋敷の中で根を張っているんだ。俺たちの方から出向くしかない。そうだな。朱色の絢爛な朱雀門が近づくにつれ、軒を連ねる貴族の邸宅は次第に広く壮麗なものになっていった。藤原の不人の屋敷はその中でも特に大きなものだった。文官風情の男が出てきた。我が主からあなた方へことづてを申し使っております。あなた方がいらしたらくれぐれもよろしくお伝えするようにと。なんだって？どういうことだ？夕刻、日が沈み月が輝き始めましたら、もう一度屋敷にご足労をいただきたく存じます。そうか、わかった。その時には。男はそう言って迷うことなく清の前に進み出て包みを差し出した。どうか御身を清め、主の用意したこの衣をお召しください。かぐや姫様。不人はどうやら清がかぐやであることを見抜いている。これまでの奴らのようにはいかない。俺は藤原の不人の存在を目の前に計り知れない恐怖を感じていた。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、文官、天野勝弘。以上の皆さん。スタッフ、制作統括、小宮山義則、技術、万野岩尾、音響効果、鳥水哲也、演出、木村明宏でした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。来週もお楽しみに。青春アドベンチャー。部族の家に生まれながら家出をしてしまった俺は、都を飛び出し、幼馴染の朝香と旅に出た。そこで俺たちは、清と秋という二人の少年に出会う。二人は、五つの月の宝と、不死の力を与えるという、かぐやの力を月に返すため、困難な旅を続けていた。風の民の長の息子であるタスクが加わり、俺たちは、知恵を望むだけ我が物にできるという、蓬莱の玉の枝を求めて都に入った。そして今、俺たちはその宝を持つ藤原の不人の邸宅の前にいた。夕刻、もう一度屋敷にご足労をいただきたく存じます。そうか。その時には。男はそう言って迷うことなく清の前に進み出て包みを差し出した。どうか御身を清め、主の用意したこの衣をお召しください。かぐや姫様。え？我が主はすべてをご存知です。
安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ、第11回。俺たちは一度不人の邸宅から離れ、人通りのない小道の隅に入った。どうやら藤原の不人はすでに清が格屋であることを知ってるようだな。あの場には朝香もいたのに、門に出た男はためらわずに清を名指ししたな。今までの奴らとは違う。相当手強いぞ。でもそのことを考えていても仕方がないよ。清、何を人事みたいに。どの道宝は屋敷の中にあるんだ。招き入れてくれると言うなら言ってやろうじゃないか。望むところだ。いや、ダメだ。清が素直に行くことないよ。俺が代わる。俺が清の身代わりになって不人に会う。何言ってるんだよ、アキ。かぐやの代わりをするってことは、女装するってことだぞ。無理するなよ。ただでさえ女みたいな顔なの気にしてるくせに。そんなことどうだっていい。わざわざ清をかぐやとして招き入れるなんて、絶対に何かある。清が正面から行くのは危険すぎる。門に出た男に見抜かれたくらいだ。身代わりなんてすぐにバレるんじゃないか。危険は承知の上だ。覚悟なんてとっくに決めてる。どうして清はいつもそうなんだ。なりふり構わず突っ走って自分の身を守ろうともしないで。もっとちゃんと考えろよ。こんなのどう考えたって罠だ。分かれよそのくらい。他に手はないんだ。そうするしかないだろ。分からずよ。どっちが。やめて二人とも。俺は心配して言ってるんだ。清だって分かってるだろ。今度ばかりは俺たちが真っ向から向かっていて太刀打ちできる相手じゃない。分かってるよ。だから下手な小細工なんか通用しない。どの道宝はあいつの庭だ。俺が行って直接封じるしかないじゃないか。それに今回ばかりは俺だけが危ないわけじゃない。不人は秋が誰かということだって知っているかもしれない。そうだよな。不人は昔秋のことを殺そうとまでしている。キヨ、本当はあなた秋のことを考えて。身代わりなんていらないよ。俺が行く。まさか禊と着付けを手伝ってもらえるか。ええ、分かったわ。秋は藤原の不人の手下に傷をつけられた脇腹に手を当てて、悔しげな顔で衣を握りしめていた。日が西に傾いてしばらくして、朝香と支度を終えた清が帰ってきた。清は巫女装束のような純白の衣に腰に鈴をつけ、黒髪を背に流していた。頬や唇はまるで薄紅の花のように色づき、長いまつげは黒曜石のような瞳にかすかな影を落としていた。三人とも、なんとか言ったら？口開けたまま。これは驚いた。まさに月の光から生まれたお姫様だな。ああ、本当に月の姫だったんだな。キヨ、行こう。フヒトの邸宅を訪れた俺たちは、昼間の男に案内されて、フヒトが待つという母屋に案内された。そこは広い奥の間で、開け放たれた縁側からは雅な庭が見渡せた。明るすぎない？ああ、月の明かりだけじゃない。もう一つは、あの庭の木だ。あの木の白い果実、蓬莱の玉の枝。ようこそ我が屋敷へ、月の姫君。藤原の不人。物語の中でしか語られなかったそなたが私のもとに赴いてくれたことを嬉しく思う。それにしてもその美しさはさすがだ。長年語り継がれているだけのことはある。俺はあんたのために来たわけじゃない。あんたの宝を奪いに来たんだ。奪いに来たのではなく、取り戻しに来たと言ったらどうだ。その方が正しかろう。5つの宝はもともとかぐや姫のもの。
そなたの祖先が月の神から賜ったのであろう。あんたには何も説明する必要がなさそうだな。宝来の玉が全ての知恵を私に授けてくれたからな。月の満ち欠けに合わせて熟す白き果実、それを一かけ口にすれば、この世の知恵を望むだけ我が物にできる。神の力というものは誠に信じがたいものだ。この宝を手にしてから、私は望みさえすれば、どんなことでも知ることができた。事実も、虚言も、過去も、未来も。人の心の中までも。それなら話は早い。宝来の玉の枝を、俺に譲ってくれ。この国を治める人間だったら分かってほしい。月の力は、地上にあるべきじゃないんだ。この国のためを思うなら、天に返すことを了承してくれ。まあ、待て。月の姫よ。宝来の玉の枝など、欲しければくれてやる。何？だが、私の話はまだ終わっていない。言ったはずだ。私は全てを知っていると。そなたの生い立ちも、気性も、望みも。そして、そなた自身が月の宝であるということも。だったら何だというんだ。私の手にした知恵は、今更宝来の玉の枝を手放したところで失われるものではない。地位も名誉も富も、人の心も手に入れた。私があと望むのはただ一つ。不死の力だ。かぐや姫が望んだ男に命を捧げると、その男は不死の力を得る。不死と、清に手を出したら、お前を切る。動くなよ、月森。月の姫もだ。もっともその格好では思うように動けまいが。不死の力など、手に入れてどうしようというんだ。この国を作り変えるのだ。国を作り変える？宝来の玉の枝を得て、私は様々なことを悟った。人は過ちを繰り返し、迷い、間違った末にしか答えを見出せない難儀な生き物だ。そうだ。だから争いの元になる宝を、俺たちは月に返そうとしているんだ。そなたたちが宝をなくしても、この世から戦はなくならぬ。なんだと？月の宝がなかろうと、人間が過ちを繰り返す生き物であることは変わらぬ。そなたたちがやろうとしていることは根本的な解決にはならんのだ。知恵を収めたこの私なら、秩序をもってこの国を統治してみせる。私は様々な決まりをこの国に設け、導いてきた。だがまだまだやるべきことはある。人の一生ではとても足りんのだ。先ほど、この国を思うなら宝を渡せとそなたは言ったのだ。ならば私もそなたに言おう。この国のためを思うなら、その身を私に差し出せ。ふざけるな！動くな、月森。かぐや姫よ、私ならば果てなき知恵と永久の命をもってこの国を導いてみせる。迷い間違うこともなく平和な国を築いてみせる。冗談じゃない！俺たちは自分の力で五つの宝を集め、天に返してみせる。勘違いをしているようだな。五つの宝を集める以前に、そなた自身が六つ目の宝であることを忘れていないか？何が言いたい？そなたの存在そのものが、争いを引き起こしているということだ。それは、そなたのために人は争い、そなたのせいで人は死ぬ。竹取の里が滅びたのも、そなたの命を守ったせいであろう。キヨ、そいつの言葉に惑わされるな。かぐや姫が生きている限り、争いは続く。それがそなたの定めではないか。そんな命を守り通すことに何の意味がある。キヨ、どうした？しっかりしろ。秋の声に、キヨが俺たちの方を振り返った。秋、タスク、アサカ、そして俺の顔を見ると、キヨは深く息を吸って、不人をまっすぐ見た。お前の言う通り、確かにかぐやという存在が争いを引き起こしている。しかしな、不人、それでも俺は、
あんたに不死の力をもたらすことはできない。キヨ。あいにくこの身は、俺が望んで差し出した相手でなければ、不死の力をもたらさない。俺はあんたに不死の力を与えたくない。だから諦めてくれ。ならば望ませるまでだ。捕らえろ！はぁ！あっという間に俺たちは床に押さえつけられた。くそ！仲間には手を出すな！拾え。この日のために用意していた特別な木立だ。それをもってその命を私に捧げろ。そなたが不死の力を差し出すなら、後の者は生きてこの屋敷から返してやる。卑怯だぞ！残念だが、こうする他にそなたに死を望ませる方法はない。仲間の死を見るくらいなら、そなたは望んで死を選ぶだろう。そなたの気性は知っている。キヨは木立を拾うと、鞘から抜いた。やめろ、キヨ！木立を置け！黙れ、月森！いや、それとも秋の巫女とでも言われた方が嬉しいか。一度は失敗したが、今ここでお前を殺せるのならむしろ好都合だ。フヒトが軽く右手を上げると、兵士が剣を秋の首に押し付けた。一筋の血が流れた。やめろ！秋に手を出すな！こやつは、我が孫が帝になることを脅かす存在。本来なら生きてなど返さぬところだ。だが、もしそなたがその命を私に差し出すなら、それに免じて見逃してやろう。さあ、かぐやよ。仲間の命が大事なら、その身を差し出せ。キヨ、こんな奴の言うことを聞くな。俺のことはいいから、自分を守れ。あれは、月より地上に嫁ぎし月読の娘、かぐや。キヨ、やめろ！この神の血をもって、何時、藤原の不人に、死なぬ命を与えたく思う。これが我の望み、命をとする、至上の喜び。キヨ、やめてくれ！そんなこと俺は望んでない！とわの命を、我が君に！やめろ！ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、富樫和美、タスク、藤本秀樹、藤原の不人、清水明彦、文官、天野勝弘。以上の皆さんでした。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔。竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。月の宝を探す旅を続ける俺と朝香、清と秋、そしてタスクの5人は、知恵を望むだけ我が物にできるという四つ目の月の宝、蓬莱の玉の枝を求め、都に入った。その宝を持つのは、右大臣藤原の不人。清は、捕らえられた俺たちの命を救うため、木立を首に当て、今まさに、自らの命を不人に捧げようとしていた。安住香奈原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。15回シリーズ第12回。月より地上に嫁ぎし月読みの娘、かぐや。キヨ、やめろ！この神の血をもって、何時、
藤原の不人に死なぬ命を与えたく思う。これが我の望み、命をとする至上の喜び。キヨ、やめてくれ。そんなこと俺は望んでない。トアの命を我が君に。やめろ。貴様、矢吹。キヨが俺の名前を呼んだ時には俺はすでに不人の背後に回り込み、奴の首に小太刀を突きつけていた。なぜだ、どういうことだ。これはできることならもう一生剣など握りたくなかった。でもあなたの行いにはもう耐えられない。他の誰にも止められないのなら、俺は自分を裏切ってでもあなたを止める。矢吹。いいんだよ、朝香。信じられん。お前は虫も殺せぬ男なはず。すべてを知れるなんて思うなよ。こんなに懸命に生きている人間に平気で死を強要させるやつ、俺は許せない。宝来の玉は私を裏切ったのか。部屋の中に強い光が差した。人の心は知り尽くすことなどできるのじゃ。白い衣に身を包み、白髪に白いひげを蓄えた老人が清の前に立っていた。月の姫かぐやよ、竹取の一族真人の娘清、よくぞここまで来てくれた。あなたは宝来の玉の枝に宿る神じゃよ。知ることしか知らぬしがない年老いた神じゃ。そなたが迎えに来てくれるのを待っておった。俺が来るのを待っていた。そうじゃ。わしらの力がこの先世にもたらすものは破壊と混乱じゃ。天に帰るべきじゃ。何を言い出すのだ。そなたは今まで散々私の望みに応えてきたではないか。今さら綺麗事を申すな。争いなどこの私が起こさせはせぬ。そのためのかぐや姫の命であり、そなたの知恵ではないか。不人よ、わしら月の宝は所詮は物じゃ。壊れるままに力を貸すのが我らの役目だが、ここにいる清は違う。かぐや姫は月の宝でありながら、また人の子でもあるのじゃ。清は唇を噛みしめて老人の言葉を聞いている。それは神々しい月の姫ではなく、紛れもない人間の子、一人の少女だった。月の宝があろうとなかろうと、この先この国は幾度となく乱れ過ちを繰り返す。そう私に教えたのはそなたではないか。だからこそこの私が月の力を用いてこの国を治めてみせる。無意な過ちなど犯さずに永遠にこの国を導き続ける。かぐや姫の不死の力さえあれば、この私が死んだら一体誰がこの国を守り導いていくというのだ。老人は哀れむような目で不人を見つめると、清に向き合った。しわくちゃな手が清の手を包んだ。温かい手じゃ。これからはわしもそなたと共に歩むぞ。いいのですか。わしは嬉しくて仕方がないのじゃ。ようやく定めから解放されることが、先の見える道だと退屈すぎてかなわん。俺といれば退屈だけはしないと思いますよ、きっと。キヨの手に真珠のような白い輝きを放つ小石が残った。ありがとう。宝を封じたところでお前たちはここから逃げられまい、私の志は変わらぬぞ。
不死を諦めたりはせん。国の行く末は私が見守り照らしていくのだ。まだ言うのか。いい加減諦めろ。ならば私をこの場で殺してみるか。お前にそれができればの話だがな。くそ。どんなに憎い男でも、お前にはやはり人を殺すことなどできまい。その時だった。何者だ。藍色の衣をまとった男たちが馬に乗って現れた。先頭にいた男がキヨに手を差し出していった。さあ見てください、我らはかぐや姫の味方です。誰だよこいつら。わからない、信じていいの。不人の味方でないことは確かだ。今はそれだけで十分だろう。そうだな。俺たちも次々と差し出された手を取り、馬に乗って駆け出した。逃がすな、捕らえよ。俺たちを乗せた馬は闇の中を進み、しばらく原野を駆け続けた。追っ手の気配がないことを確かめると、藍色の集団は林の淵に馬を止めた。助けてくれてありがとうございます。でもあんたたちは一体何者なんだ。お初にお目にかかります、かぐや姫様。我らは手ごな様のお父上様、つまりあなたの祖父殿にお仕えする者にございます。祖父？どういうことだ。祖父なんて俺は一度も会ったことないぞ。あなたの祖父さぬきの宮津子様は、ここから南にある小さな里を治めておられます。手ごな様は真人様とご結婚された際、ご自分を付け狙う豪族たちからお父君をお守りするため、さぬき様のもとを離れて行かれたのです。俺に祖父がいたのか。はい。キヨの祖父殿がどうして俺たちに助けを出せたんですか。しかも藤原の不人の屋敷の中まで。まるで俺たちの動きを初めから分かっていたみたいじゃないか。実は我々は以前からかぐや姫様と秋殿の動向を追っておりました。なんだって？いつからですか？2年前です。竹取の里が滅び、かぐや姫様とその月森殿だけが里から生き延びたという事実をつかんだのです。さぬき様は我らに命ぜられました。二人の旅を陰から見守り、その様子を定期的にご自分のもとに知らせるようにと。どうして今になって俺たちの前に姿を見せたんだ。もはやお命が危ないと。さぬき様がお考えになったのです。今すぐさぬき様のお屋敷にお身をお寄せください。もう潮時です。勝手なことを言うなよ。宝がようやく4つ集まったんだ。あと1つ揃えば月の力を天に返すことができるんだぞ。その旅の中であなたは敵を作りすぎたのです。右大臣の勢力を軽んじてはなりませんぞ。大丈夫だよ。今までだって危ない目にはたくさんあってきたけど、その度にちゃんと乗り越えてこられたんだ。なあみんな、そうだろ？キヨ、今回ばかりは相手が悪すぎる気がする。藤原の不人の権力は侮れないよ。俺の言葉を、朝香もタスクも、そして、秋も黙って聞いてる。この青年の言う通りです。もし捕まれば、今度こそ殺されてしまいます。俺は行かない。秋と一緒に五つ目の宝を探す。なりません。祖父殿の元へ参りましょう。さぬき様は不人を敵に回すと分かっていながら、ご自分の身も顧みず我らを差し向けたのですよ。その人には感謝しているよ。本当に助かった。ありがとう。そう伝えてくれ。でも俺が旅をやめるかどうかは話が別だ。月の力を天に返すまでは俺は旅をやめない。なあ、アキ、そうだろ？お前も何か言ってくれよ。キヨ。アキ？なんだよ。話せよ。嫌だ。俺は、キヨが好きだ。え？キヨを失いたくない。俺にはキヨを守ることができなかった。アキ、お前。
秋は清から身を引くと、片膝をつき、家来のように深く頭を垂れた。よせ、秋！何の真似だ！顔を上げろ！やめろよ、立ってくれ！はじめから、無謀な旅だったんだ。あなたは祖父殿に守ってもらうべきだ。その方がずっと安全で、幸せに暮らせる。どうして、どうしてそんなことを言うんだ、アキ！俺たちの旅は、ここで終わりです。わかってください、かぐや姫様。そう言うと、アキは呆然と立ち尽くす清に背を向け、茂みの中へ入っていった。アキ！アサカ、清を頼む。わかった。でも、危ないことはしないでよ。わかってる。アキは茂みを進むと、突然立ち止まって木々を見上げた。アキ、どうした？出てこい！そこにいるんだろ？お呼びですか、アキの巫女様。お前たち、前に帝はこの世で最も力を持つものだと言ったな。はい、その通りにございます。それは誰にも負けない力か。その相手が藤原の不人でも。たとえ藤原の不人がこの世の覇者と呼ばれる人物であったとしても、帝に逆らうことなど許されません。わかった。ならば俺はお前たちの望み通り棺の巫女になる。帝になってこの国の一番上に立つ。俺を都へ連れて行け。はぁ、秋、お前帝になったら二度と清と一緒にいられなくなるんだぞ。秋は俺の言葉に答えなかった。並々ならぬ決意と覚悟をにじませたその姿は、帝の血を継ぐ巫女の姿だった。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、富樫和美、タスク、藤本秀樹、藤原の不人、清水明彦。他に、高瀬哲夫、中野文吾、村沢俊彦。以上の皆さんでした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。蓬莱の玉の枝で全ての知恵を得た藤原の不人は、清に命を捧げるように迫った。俺は、ついに小太刀を手に取り、不人の首に突きつけた。そこに、蓬莱の玉の枝に宿る神が現れ、自ら月の力を封印した。俺たちは、ついに四つ目の月の宝を手に入れたのだ。そして、自分の無力さを痛感した秋は、清の元を去り、石川家の家来を呼んだ。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ第13回。お前たち、前に帝はこの世で最も力を持つものだと言ったな。それは誰にも負けない力か。その相手が藤原の不人でも。
帝は誰にも勝る地位ものだと言ったな。それは誰にも負けない力か。その相手が藤原の不死とでも。帝は誰にも勝る地位、帝に逆らうことなど許されません。ならば俺はお前たちの望み通り棺の巫女になる。帝になってこの国の一番上に立つ。アキ、お前帝になったら二度とキヨと一緒にいられなくなるんだぞ。その頃、俺と別れた朝香は、キヨを迎えに来たキヨの祖父、さぬきの宮津子の使者らと共に、さぬきの里に向かっていた。キヨ、少し眠った方がいいわ。昨日から一睡もしてないんだもの。矢吹とタスクは？矢吹は、秋についていったわ。タスクも矢吹と一緒に行ったんじゃないかしら。かぐや姫様、十分な休息も取れず、申し訳ありませんでした。あの、失礼ですが、あなた方は一体どのような身分の方々なのでしょうか。不人の屋敷であまりに手だれているようにお見受けしましたので。私は竹久と申します。我らは先々代のかぐや姫様と手ごな様をお守りするため、さぬき様のもとに集まった親衛隊の名残、とでも言いましょうか。今ではただの里人として、畑を耕しておりますがね。親衛隊。はい。我らもかつてはかぐや姫様をお守りするために戦っていたのですよ。欲深い豪族ども幾度も追い払いました。そんなことがあったのか。キヨと朝香がさぬきの宮津子の屋敷に到着したのはその日の夕方だった。そなたか。手ごなの娘は。はい。そうか、よくぞ無事で。わしはそなたの祖父だ。会えて嬉しいぞ、かぐや姫。危ないところを助けていただきありがとうございました。隣にいるのは旅を一緒に続けてくれた朝香です。はじめまして。孫が世話になったの。無事で何よりだった。長い旅は終わったのだ。ここで身も心もゆっくり休めなさい、かぐや。俺はかぐやじゃありません。キヨです。キヨ？かぐやという名は捨てました。自分が女だということも。俺は最後に母様と約束したんです。月の力を天に返すと。その約束はまだ果たされていません。まるで男が喋っているように聞こえたが、わしの空耳か？いいえ、俺が喋りました。俺？なんと、世も末だ。まったく手ごなの奴は一体どんな教育をしたのだ？母様は関係ありません。これは、俺が好きでやっていることです。さすがはあのジャジャ馬の娘だ。しかしこれは問題だな。キヨはいつもこんな感じなんです。これが彼女らしいのかもしれません。それでは困るのだ。お言葉ですが、これはキヨが彼女なりに考えて選んだ生き方です。認めてあげてはくださいませんか？はあ、まったく、かぐや。だから、俺はキヨだ。まあ、待て。よく聞きなさい。わしはな、そなたに婿を迎えようと考えているのだ。婿？あんた、俺に結婚しろって言ってるのか？そうだ。俺は結婚なんてしないぞ。俺は女なんてやめたんだ。あの、どうしてそんな急な話に？なぜ代々のかぐや姫たちが今日まで必ず結婚をしてきたかわかるか？かぐや姫はな、特別な力を秘めていながら、人の子でもあり、しかも女の身でもある。誰かに守ってもらわねば、欲深い人の世ではまともに力を秘めていながら、人の子でもあり、しかも女の身でもある。誰かに守ってもらわねば、欲深い人の世ではまともに生きてなどいけないのだ。俺は誰かに守ってもらおうなんて思っていない。自分の身は自分で守る。そなた一人が良くても、
この世にとっては良くないのだ。かぐや姫の力は底知れぬ富を与え、不死をも与える。そなたがもし心よからぬ者の手に落ち、その者に力を与えてしまったらどうなる？厳重に守られるのはそなたの義務じゃ。義務？俺には戦うことすら許されないのか？自分の命なのに。キヨはまだ13ですよ。もう少しキヨに時間をあげてください。娘さん、この子は藤原の不人を敵に回してしまったのだ。あやつはな、頭が回るだけでなく、誰よりもまず国のことを思って動く。それゆえ味方も多い。ここが知れるのもおそらく時間の問題だ。そんな。だからこそわしは別の方法を考えた。不人はここを突き止め奪いに来る。ならばいっそこちらからかぐや姫の居所を公表する。わざと我々の敵を増やし、不人にも敵を作るのだ。不人の敵を作る？いくら藤原の不人でも、同じ貴族内に敵が増えれば動きも取りづらくなるはず。さらにそこで公平に婿を選ぶ。公平に決定された婚約者のもとからかぐや姫を奪うことなど、法令を作ってきた不人だからこそ容易にできなくなるはず。俺はまだ母様との約束を果たしていない。女に戻るわけにはいかないんです。すまぬ。8日後、次の満月の夜、そなたの婚約者を決める宴を催す。お前や皆が生き残るためじゃ。そんな。二人とも長旅で疲れたであろう。続きはまた明日話そう。俺は逃げる。え？逃げてどこに行くつもりなの？五つ目の宝を探す。バカなこと言わないで。あなたはたくさんの追っ手に狙われているのよ。もし捕まったら命も危ないの。いいよ、それでも。ここにいたら誰とも知らない奴と結婚させられちゃうよ。そんなの絶対嫌だ。それならいっそ。いい加減にしなさい。あ、まさか、そんな、怒鳴らなくても。どうしてあなたは、自分の命を大事にできないの？何のために、アギが、あなたのそばを離れたと思ってるの？アギは、俺から一番遠いところに行っちゃったんだ。アギは、男として、あなたを守ろうと思ったのよ。キヨだって分かったでしょ？キヨ、何をそんなに怖がっているの？自分の気持ちに素直になりなさい。アキのことが好きなんでしょ？好きだよ。俺は、アキが好きだよ。でも、それを認めてしまったら、俺は女になってしまう。俺はカグヤじゃなくなるまで女になっちゃいけないんだ。女で何がいけないの？あなたは元から女の子じゃない。だってそれを見せたら、アキは月盛りである以上に俺を守るから、母様を守った父様みたいに命を懸けてしまう。アキにこれ以上俺を守る理由をあげたくないんだ。キヨ、いいのよ、それで。あなたがアキを好きでも、何も悪いことなんてないわ。他の誰が何と言おうと、私が文句なんて言わせない。だからその気持ちを、自分をもっと大事にして。まさか。でも、今さらどうしたらいいんだ。なあ、アキ、お前は本当に帝になるつもりなのか？本当に後悔しないか？しつこいよ、矢吹。何度も言っただろ。もう決めたんだ。これじゃ、石川家のあの影のじいさんたちの思惑に乗ったも同然だぞ。
お前は自分の生まれをいいように利用される。矢吹こそ人のことばかり言えないじゃないか。まさか矢吹が大層な身分だったとはね。道理で強いわけだ。いや、あれは、うん、確かに今まで見てるだけで何もしなかったことは認めるよ。でもな、俺はこの手で誰かを傷つけるくらいなら自分が傷ついた方がまだマシなんだ。そう思ってしまう変な人間なんだよ。悪かった。別に矢吹が謝る必要はないよ。何が大切かは人それぞれ違う。それをどう貫こうと、それはその人の自由だ。秋。秋の巫女様。こいつ。いっと。あんたたちは知り合いだろ。タスク。よう、矢吹、秋の巫女様。元気そうで何よりだ。あ、早速だけど、この名はほどいてくれるように、この男に命じてくれないか。お前、一体今までどこにいたんだ。姿が見えないから、てっきり清の方についていったんだと思ってたぞ。どっちにもついていかないことにしたんだ。何かに縛られるのなんて、俺の性に合わないだろう。おかげでゆっくり都を見物することができた。よく言うよ。たった今縄に縛られてきたくせに。たつき、この人は俺の仲間だよ。縄をほどいてやってくれ。はいよ。巫女様来た。ええ、ありがとうよ。秋、だいぶ巫女様が板についてきたじゃないか。実は、お前らに知らせがあって来てやったんだが。知らせ？今、都は、ある話題で持ちきりだ。次の満月の夜、かぐや姫の結婚相手を選ぶ宴が催されるらしい。結婚？それは確かな話なのか。俺がわざわざ縛られてまでここへ知らせに来てやったんだぞ。これ以上確かなことがあるか。清のじいさんが独断で決めたらしい。かぐや姫を守ってくれる相手を見つけたいんだと。秋、清のところに行けよ。いや、いいんだ。清が無事なら、それでいい。お前、それ本気で言ってるの？もし清のそばで守ってくれる相手が現れて、それを清が受け入れるなら、俺にとやかく言う筋合いはないよ。俺は俺のやり方で清を守る。アキ。ただいまの出演。矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、富樫和美、タスク、藤本秀樹、石川家の影の者、高瀬哲夫、たつき、市原智彦、さぬき、関照夫、竹久、村沢俊彦。以上の皆さんでした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。次の満月の夜、かぐや姫の結婚相手を選ぶ宴が催されるらしい。結婚？秋、清のところに行けよ。いや、清が無事ならそれでいい。秋。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。15回シリーズ第14回。その頃、さぬきの里では清がある決意をして、さぬきの宮津子と朝香を驚かせていた。結婚相手は俺に決めさせてください。清、一体どうしたの？
あれほど結婚を嫌がっていたのに、どういう風の吹き回しじゃ。母様が前に言っていたことを思い出したんです。手ごなが？はい。歴代のかぐや姫たちは、婚約者になる男の人を自分で選んできたと聞きました。そなた、その方法を知っているのか？はい。俺が出した謎かけに、正しい答えを選んだ殿方が婿になる。うん。お願いです。しかしそれは。自分の運命くらい、自分で決めさせてください。わかった。そなたの好きにしなさい。本当？その代わり、必ず結婚はするのだぞ。やった！ありがとう、じいちゃん！じいちゃん？失礼します。まいった。あれは、確かにテゴナとマヒトの娘だな。アキ、お前、まだそんなところにいたのか。いよいよ明日だぞ。キヨの結婚相手が決められる。ああ、そうだな。アキはそう言いながら、袋を取り出すと、三つの小石を石の上にこぼした。力を封じた月の宝か。どれも綺麗な石だな。あいつ、勢いに任せてよく動くから、俺が預かっていたんだ。そうか。あれ、四つ目はどうした？キヨが持ったままだ。受け取る間もなかった。五つ揃うまで、あと一つだったのにな。なあ、二人とも。ん？俺、力なんてくだらないと思ってた。それを得るために争う大人たちがとても愚かだと。でも、今はこんなにも力が欲しい。キヨを守れるだけの力が。今なら、タスクの父親が言った意味がわかるよ。大切なものを守るには力がいるか。ああ。まさか自分がこんな思いを持つ日が来るとはな。これじゃ、今まで見てきた権力者たちと同じだ。それは違うさ。お前は、それだけ清のことが大切なんだ。そう思えるくらい大切なものがあるっていうのは、いけないことじゃない。なあ、秋。お前が本当に望むものは何だ？帝になることなのか？それで、離れ離れになっても、清が無事ならそれでいいのか？アキ、違うだろ！お前の本当の望みは、キヨと一緒に宝を天に返して、キヨをかぐや姫の定めから解き放ってやることだろ？だから、それは。キヨが好きでもない奴と結婚するなんて、キヨ自身が一番拒んでいたことじゃないか！それを一番わかってるのは、お前だろ！いい加減目を覚ませ！今までみたいに見せてくれよ！諦めなければ。どんなことでも超えて行けるってことを。俺は、怖いんだ。もうキヨを一人で守れる自信がない。もし、またキヨを守れなかったらと思うと、今度こそ失ってしまったらと思うと、怖いんだ。お前たちは、もう二人きりじゃないだろう。矢吹に朝香がいる。この俺様までな。お前たちが、自分の力で得た味方だ。もう少し、頼れよ。お取り込み中、悪いけど。なんだよ、お前。今、いいところだったんだぞ。秋野巫女様。あんたに会わせたい人がいる。廊下の先に現れたのは、優美な衣装をまとった女性だった。秋。あなたは？こんなに大きくなって。この人が、あんたの本当の母君だよ。石川トネ様だ。この人が、俺の母親。アキは女性の前で立ち尽くしていた。向き合ったその横顔が、よく似ている。会いたかった、アキ。無事でよかった。どこも怪我はないのですね。
はい。よかった。竹取の里が滅んだという知らせを聞いた時には、どれだけ後悔したことか。そんな、後悔だなんて。あの時、竹取の里などに託さず、私が自らの力でそなたを守ればよかったと思っています。ごめんね、アキ。やめてください。母さんは、竹取の里にいた母は。アキが何かに気づいたように、腰に刺している剣に触れた。そなたを育ててくれたマノカには感謝をしています。これからは、もう何も心配することはありませんよ。アキ、どうした？ごめんなさい。俺は、やっぱり帝にはなれません。ごめんなさい。この剣は、竹取の里を出るときに、月盛りだった母が俺に授けてくれた剣です。母は最後にこう言いました。強くなれ。大切なものは自分の力で守れと。すみません。あなたと会って思い起こしてしまいました。そう。なんと力強い言葉。俺には、都よりどうしても守りたいものがあります。だから帝にはなれない。元いた場所に戻ります。アキ。ごめんなさい。タツキ、今すぐこの方たちを宮の外へ逃がしてあげなさい。本気ですか、トネ様？ええ。協力してくれますね。すべての責任は私が負います。ニコをはじめに手放したのは、この私ですもの。その子が、自分で道を決めて進むというのに、それを妨げる権利など、私にはありません。アキ、来いよ。宮中から出してやる。本当か？帝にならないつもりなら、さっさと逃げた方がいい。でも、もし逃げ出す途中でじっちゃんにでも見つかったら、あんたが責任取ってくれよな。わかった。ちょうどあのじいさんとは、一度きちんとケリをつけたかったんだ。おい、待って。あんた、まさかじっちゃんと戦うつもりか？見つかったらの話だよ。矢吹、心配かけてごめん。まったくな。行こう。そう来なくっちゃな。いろいろ準備もしてやる。準備？後でのお楽しみだ。アキ、俺と矢吹は先に外に出てるぞ。あの、ありがとうございました。アキ、どうか元気で。はい。満月ね。ねえキヨ、謎かけの正しい答えを言った人が婿になるなんて危ない賭けじゃない。どうしてそんなことをするの？足の落とせずいかん駒。え？足の落とせずいかん駒？何それ？母様が教えてくれたんだ。父様が母様の婚約者になった時の決め手になった言葉だよ。いつの頃からか、かぐや姫は自分の結婚相手を選ぶとき、たくさんの殿方に対して、ある謎かけを出すようになった。自分の謎かけに答えられたら、その人の妻になりますと言ってね。父様はたくさんの殿方の中で、ただ一人、母様の謎かけを解いたんだ。その時の謎かけって、何だったの？家に殿方が結婚を申し込みに来ると、母様はいつも先に逃げ出していたらしい。それで、そんな私に逃げられないようにするためには、一体何が必要でしょうか？って問いを投げかけたんだ。駒っていうのは、馬のことなんだ。つまり、足音をせずに進む馬？そう。そして母様は、父様に、
あらかじめこの謎かけの答えを教えてあったんだ。ズルをしたってこと？ああ。母様は大切なズルがあるって言っていた。かぐや姫は結婚した男にたくさんの富をもたらすだろ？悪い人に富をもたらしてしまったら、世の中は大変なことになる。だから、かぐや姫には男を選ぶ責任があるんだって。それで自分の心に決めた人に、あらかじめ問いの答えを教えておいて、必ずその人のもとへ行けるようにしておいたんだ。歴代のかぐや姫が培った知恵ね。ああ。だけど、今回は状況が違うわ。秋に答えを教えることなんてできないじゃない。それどころか、秋が来るかどうかも。いいんだよ、それで。秋は来ない。その代わり、何人来ようと、誰が来ようと、俺の問いに答えられる者はいないはずだ。え？じいちゃんには悪いが、今夜の儀式では、俺の結婚相手は決まらない。やっとわかったよ。俺が好きになったもの、守りたいと願ったもの、そのすべてが、俺の生きる意味なんだ。キヨ。ありがとう、朝香。かぐや様、儀式の準備が整いました。わかった。朝香、行こう。月が満ちた。屋敷の庭には大勢の男たちが集まっていた。様々な身分の者が100人を優に超えていた。そして藤原の夫人も家来を伴って控えていた。俺と秋は奴に見つからないように庭の奥に身を潜めた。キヨ。月の姫という言葉にふさわしい美しい少女が現れた。キヨは庭にいる男たちを一巡して見渡した。私は私の一番望むものを言い当てた人と結婚します。ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野戸真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、たつき、市原智彦、さぬき、関照夫、竹久、村沢俊彦、とね、山崎千恵子。以上の皆さんでした。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。次回をお楽しみに。青春アドベンチャー。満月の屋敷の庭には、大勢の男たちが集まっていた。時の大納言や中納言、貴族に部族、名もない商人や農民、様々な身分の者が100人を優に超えていた。そして、この世の覇者と呼ばれる右大臣、藤原の夫人も家来を伴って控えていた。俺と秋は奴に見つからないように庭の奥に身を潜めた。安住かな原作、田中節脚色、山下康介音楽。今は昔、竹取異聞。15回シリーズ最終回。私は
私の一番望むものを言い当てた人と結婚します。聞いたことがあるぞ。かぐや姫の月乗りを名乗る二人の少年が不思議な宝を探して各地を旅していたそうだ。俺も聞いた。仏の御石の鉢という宝を探して旅をしていたそうだ。いや、わしはツバメの小屋住まいだと話に聞いたぞ。竜の首の衆じゃなかったか。おい、あそこにいるのは藤原の不人じゃないか。そうだ、何でも知っているという右大臣様だ。なんて答えるんだ。宝来の玉さえあればすぐにわかるというのに。おいおい、あの藤原の不人にも答えられないようだぞ。かぐや姫よ、そなた誰も答えられない問題をわざと出したのではないか。おお、右大臣様の言う通りだ。それならこの儀式はどうなる。私の一番望むもの、答えられるものはおらぬか。共に歩むもの。アキはついに声を上げると庭の中央に向かって歩き出した。あなたが求めているものは富でも名誉でも権力でもない。あなたが求めているのは一緒に泣いて笑って共に生きてゆけるもの。答えを申せ。答えは秋、俺だ。秋、キヨは階段を駆け下りると秋の胸に飛び込んでいった。よし、俺も二人の元へ駆け寄った。朝香も階段を降りてくる。おのれ。不人は何も手が出せず悔しそうに睨んでいる。その時だった。馬に乗った風の一族が庭になだれ込んできた。迎えに来たぞ。助け、間に合ったな。助け、どういうこと。俺たちは礼節を重んじる一族だからな。キヨ、アキ、狩りを返しに来たぞ。さあ乗れ。サヌキ様、かぐや姫様が。ある程度追い立てたら手を引いてよいぞ。多少は追撃する様子も見せぬと貴族たちは納得せぬだろうからな。あの子の最後の笑顔を見たか。あの子は帰るべき場所へ帰ったのだよ。俺たちは馬で駆け抜け、讃岐の里を出た。讃岐の家来たちは、途中まで追いかけてきたものの、何をするでもなく、俺たちが行く先を見届けていた。夜が明け、風の一族に別れを告げると、俺と朝香、清と秋、そして、タスクの五人は、山道の帰路に立った。清、秋、本当に行くのか。うん、俺は月の力を天に返したい。だからまだ旅はやめないよ。進めるところまで進んでみるつもりだ。キヨはこの通り、言い出したら聞かないからさ。まあキヨがかぐやでいる限りは旅を続けても続けなくても誰かに狙われることは変わらない。だったら隠れているより自分たちで何かした方がずっといいと俺も思う。そうか。ただいくら正当な儀式を経てかぐや姫を連れてきたと言っても藤原の不人や他の貴族たちはまだまだお前たちを追ってくるぞ。だったら矢吹がそれを防げばいい。俺が？どうやって？都に帰ったらお前がこいつらの話を大勢の前で語るんだよ。月の姫は月に帰っていったとかでっち上げてさ。お前の語りが広まれば貴族たちもかぐや姫を探すのを諦めるかもしれないだろ。月の姫は月に帰っていったか。いいな、その考え。ついでに5つの宝は全部伝説上のものでこの世には存在しないことにしてもらえるともっと助かる。
そうだ、俺たち風の一族のこともいっそ天の使いだとか、そういう高貴な士族ということにしてくれよ。お前らな、簡単に言うけどそんなにうまくいくと思うか。矢吹の語りが多くの人を引きつければきっとみんな信じるさ。すべてはお前にかかってるぞ。一言だと思って簡単に言いやがって。さてと、俺も村に戻るか。タスク、ありがとう。矢吹、朝霞、俺たちもそろそろ行くよ。三人とも元気でね。キヨ、アキ、時々でいいからちゃんと水浴びもしなさいよ。なあ、お前たちは確か前に言ってたな。月の宝を全部集めたら、この国で最も天に近い場所から月の神に返すと。ああ、そうだよ。あれな、多分駿河の国の山だと思うんだ。その山はまさに天に届くほどに高く、神秘的で美しい姿をしてるそうだ。月の神に宝を返すなら、きっとそういう場所だろう。わかった。五つ目の宝を集めたら、そこに向かうよ。ありがとう、矢吹。おう。俺も、自分の道をきちんと見据えてみるよ。これから都に帰って、父に会うつもりだ。大丈夫だよ、矢吹なら。そうだな。矢吹はね、自分で思うよりずっとすごいやつだ。だからもっと自分に自信を持てよ。たく、偉そうに。じゃあな。じゃあな。おい、じゃあな。キヨ、また二人に戻っちゃったな。うん。アキ、これ。あ、蓬莱の玉の枝。アキに渡せないまま別れちゃったからな。いつなくすかと思ってヒヤヒヤしたよ。やっぱり宝はアキに持っててもらわないと。あ、やっぱりまだ女には戻らないんだな。当たり前だろ。俺は月の力を天に返すまで女に戻る気はない。かぐやじゃなくなるまでは結婚だってしないよ。ほら、早く歩くぞ。俺はちゃんとキヨの謎かけを解いてみせたんだけどな。アキ、いつか宝を天に返して全部ことが済んだら、その時は竹取の里に帰ろう。そうしたら俺はちゃんと女に戻るよ。約束も守る。あの時、他の誰でもなくアキが答えてくれたこと、私は嬉しかった。キヨ、よし、こうなったらさっさと最後の宝を見つけて天に返して早く竹取の里に帰ろう。ぐずぐずしてたら俺たちおじいさんとおばあさんになっちゃうだろう。うん。あー、待て、まずは着替えだ。え、ああ。こんな重たい服は早く売って食べ物に変えよう。きっと美味しいものがたくさん手に入るぞ。あ、でも多分朝霞の増水にはかなわないだろうけどね。そうだな。俺と朝霞はタスクと別れて都に戻った。こんな通りにお父様が来てくれるかしら。ああ、きっと来る。それより俺が父上に何を言うつもりか聞かないのか。矢吹は案外頑固だから、私が何か言ったところで聞かないでしょ。だからここで見ているわ。大丈夫、矢吹は迷っても立ち止まっても間違った道は絶対に進まない。選んだ道を必死に進んで、どんな道でも正しい道に変えてしまえる人よ。だから自信を持って自分の道を進みなさい。私は横でハラハラしながら見守ってるから。いまいち格好がつかないな。朝霞、家出をしてからお前は一度も俺を都に連れ戻そうとはしなかったな。今頃気がついたの？いや、知ってたよ。ありがとうね。もう少しだけ待っていてくれ。これが終わったらちゃんと言う。
矢吹。父上。勝手に家を出た挙句、わしをこんなとこまで呼びつけるとは。申し訳ありませんでした。一体今までどこにいた？何のつもりで父をこんなところへ呼び出した？はい。父上に聞いていただきたいことがあります。何だ？俺はこれから学問を身につけ、知識を得て、文官の道を進もうと思います。そんな勝手が許されると思うか？許してほしいとは言いません。ただ父上に、勝負を申し込みたいと思います。勝負？わしと剣で競うつもりか？剣ではありません。剣で人を従わせるのではなく、私は言葉で人の心を動かしたいのです。俺にもし、この通りにいるすべての人の心を引きつけることができたら、俺の意思を認めてください。この朱雀王子のすべての人の心を引きつけるだろう？はい。よかろう。やってみるがいい。俺は朱雀王子を向いた。朝香は祈るように両手を組み合わせ、通りの先からこちらを見つめている。行き交う人々は、俺の姿などに気づきもせずに、それぞれの人生を生きている。アキ、キヨ、お前たちは、決して諦めず、月の力を天に返してみせるだろう。俺は、お前たちの意志を語り継ぐよ。小さな二人のとてつもない物語。どんなに時が経っても、永遠に語り継がれる物語として。俺は、ありったけの願いと思いを込めて、息を吸った。今は昔！ただいまの出演、矢吹、細見大輔、朝香、前田望、清、野登真美子、秋、戸樫和美、タスク、藤本秀樹、藤原の不人、清水明彦、さぬき、関照夫、竹久、村沢俊彦、父上、由井正幸、男たち、渋谷茂、加藤豊、白倉雄二、堀田勝、以上の皆さん、スタッフ、制作統括、小宮山義則、技術、伴野岩尾、音響効果、米本光、演出、木村昭弘でした。安住香菜原作、田中節脚色、山下康介音楽、今は昔、竹取イブン。青春アドベンチャーを終わります。